今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日、本日のお話お話はい、あのオカルティズムに携わると何か悪いことが起こるという考え方が昔からあり,、ね、ありますよね。えー、今日は個人的な実体験を一つですね。お話したいと思います。はい、あのオカルティズムを利用していると言われる。ポピュラーなゲームで最も有名なもの。多分。 えー、ウィジャボールというものでしょうねウィジャバ版というのかな日本語でねコックリさんそう日本ではコックリさんの方がね有名ですけどね,いいけどね原理は同じものを使っていますが、ねまあ、ウィジャボールはあのアルファベットや、えー、数字が書かれたボードも、えー、と文字を指し示すためのプランシェットという器具からなるもので えー、複数人で、えー、文字盤を囲み参加者全員が文字盤の上に、えー、置かれたプランシェットに手や指を添えますで何か質問をするとプランシェットが動き出し回答を文字で示すというものですね <laughs> あのパラノーマル現象を信じている人たちは、えー、死者の霊や人間以外の意識体が答えを導き出しているというし悲観的な人は、えー、参加者の誰かが まあ動かしてるだけなんだよというふうに言いますしね、うん、あのこのウィージャーボールの起源は非常に古くですね1100年頃すでに似たようなものが中国にあったとされますで現代売られているウィージャーボールは1890年にエライジャー・バーンというビジネスマンがアメリカで特許を獲得しています特許を取得する時にねちょっと面白い話が。 あって、ええ、まあだからまあ昔からその中国にそういうまあコックリさん的なウィジャーボール的なものがあって、はい、1890年にそのエライザ・バーンというビジネスマンがまああのこれちょっと特許を取ろうと考えたわけですよ。はいで,えー、でもさその特許を取るためにはその審査があるわけじゃない、ええ、その言ってる通りにこう 動くものじゃないと特許なななんか与えられいいわけじゃない、うん、で特許の,その審査官が本当にこんなもので答えを導き出せるのか証明してみろと<う>俺の名前を当ててみろと言ったそうなんですね。はい、でそこでエライその特許を取得し,てしようとしていたエライザさんと同僚たちとで、えー、ウィージョボールを使い見事に審査官の名前を言い当てて、えー、特許を取得したという。 逸話があるんです。そうなんですか。<laughs> これは本物だということで特権を与えられたと。ははーデイブはウィジュボールやったことあります。やったことあります。うん、<ー>どうでした。まああのー、前世とかをまあかなりもう昔の話なんで、うん、確か前世を見てもらって、うん、名前も出てき たのかな、うん、確かその,その名前はもう忘れてしまいましたけど、うん、まあ前世がなんか中世のイタリアみたいなのがその時にやったので出たのは覚えてますけどね、うん、それはなんかあのまああのなんて言ったらいいんでしょうかプロの祈とう師と言ったらいいんでしょうか。うんうん、えの 人のもと、うんえー、何人4人ぐらいいたのかな、うん、でまあ実際にそのなん,なんて言ったらいいんでしたっけあのその場でなんか手作りで作ったのかなそんなん紙を切って作ったみたいなはい、はい、そんな本格的なものじゃなかったんだけどあ<ー>まあそれがなんかコインを使ったのかな、うん、まあとにかく シシシシュッシュュシュッッと動きましたよね、まあ、み,みんなで手を当てて指をコインかなんかに、うんえー、乗っけて、うん、それがさっささっさと動くみたいな、うんうん、まあねそれが祈祷氏が勝手に動かしていたって言ったらまあ、うんうん、それまでですけどねまあでもなんかあのー、不思議な感覚、うん、で、えー、その祈祷氏曰く えー、まあ次元の違うところのスピリットが来るので、はい、勝手にそういうことをやってるとあの、えー、まあいたずらの、えー、魂が寄ってくるみたいなそれがなんかあのお清めみたいなことをやったのかなそのあに。うん しないとそのまま残っちゃってくっついちゃっていろいろな悪さを、はいえー、するみたいな話があったのかな、はい、確かだから終わった後になんか、ね、閉じないといいけないんだよ、ねうんうん、な何かこう、うん、儀式みたいなのをやって、うん、その取り除くみたいなことをやったのは覚えてますけどね確かにそのウィジャーボールとかって動くんですね。僕もその やったことあるの子供の頃家族でねやって家族でやって、うん、<laughs> まあまあねあのキリーランドとかで売ってたからそれを買ってきて<ー>まあ70年代の話ですけどの家族でやってあの母親がなくした財布の場所を言い当てたりとかね<え>本当にい当てたのっていうことがこうあっておおすげえみたいなねなのでまあその えー、パラノーマル現象を信じている人たちは、そういう霊、まあ、とかが動かしていると、まあはい、言うし、えー、悲観的な人は、まあ、自分、誰かが動かしているんでしょうというしただ、これ、えーまあ、実際やってみると、本当に動くんですね、で、科学的な理由はです、ね、どちらでもないんです、ちゃんとした科学的な理由があると言われているんですね、こウィジャボーとか、<う>なぜ動くのかというね。 心理学用語で、えー、オートマティスムといい、うんえー、筋肉性自動作用というそうです、はいえー、これどういうことかというと自分の意識とは無関係に動作を起こしてしまう現象のことを指想そうです、うんえー、関連性運動と呼ばれる筋肉の無意識の動きとして説明され一種の自己催眠だと言われているんですね、はい、だから実際に動かしているのは その手を当てている人たちなんだけどその手を当てている人たちが意識的に動かしているのではなくて、えー、無意識に動かしているというのが科学的な説明だそうなんですね、えー、な,ですなのでまあ例などが降りてきているわけではないと、えー、表面の意識ではなく潜在意識にアクセスしているものだと、えー、いうふうに言われているんですね、はいえー、でまあその都市伝説的にはコックリさんをやって、まあ、さっきデイブが言ったとまあ こじないと厄介な例が取り付くなどの話が溢れていますが、まあ、こういう話もその潜在意識が関係しているのではと言えると思います。うん、ただ、まあ、その潜在意識はその自分の意思とはね。その関係なく存在しているものなので、科学的な説明として、その潜在意識のせいとか無意識のせいと。 言われてもものすごく不思議なことだと僕は感じるんでまあ一つのこうストーリー的には例が降りているとかっていう,こう説明の仕方の方が分かりやすいんだけど、うん、さらに不思議なこと自分の意識が、えー、表面の意識ではなくて深いところでじゃなんでそのお財布の場所が分かったのとかそういうふうにこう考えていくと。 あのー、非常に、あのー、不思議に僕は感じるんですね。うん、でまあちょっと話は変わるんですがブラックアイドチュルドチルレンという現象があります、うんえー、90年代以降アメリカで流行った現象で、えー、この現象の専門家であるデビッド・ウェザリーさんによると古くは50年代からこの現象の記録があると。何年か前にこの番組でも取り上げたの覚えてますかデイブさん。取り上げましたね。 もう4年ぐらい前に、ねはいえー、なりますが詳しくはですねそちらの方を見てほしいのですが簡単に説明すると黒目しかなない奇妙な子供との遭遇現象です、はいえー、服装がまずこう奇妙だと、うん、どっか手作りっぽい服装をしているという証言が多いんですね、うん、と肌の質感がのっぺりとしていてそばかすとかニキビとかほくろなどがない。 うん、で言葉遣いが奇妙な子供がですね、うん、夜家や車の中に入れてほしいとやってくる現象、ねはい、家にコンコンとこうやってきて、えー、外を見ると白目がない子供がいて、うん、家に入れてくれとか、えー、食べ物が欲しいとか、はい、そういうことを言ってくるというまああのちょっとまあ都市伝説的なねその 現象なんですが、うん、あの、メネンブラック現象にちょっと似てるんですよね。えー、で、この現象を調査しているパラノーマル研究家のニック・レッド・ファン氏がですね、ミステリアス・ユニバースというサイトに書いた記事にて、えー、彼が調査したそのブラック・アイ・チョドレンを経験した人たちの大方が、まあ、彼はその直接インタビューをしているんですね、このブラック・ア、ま、イ、あ・チョドレンについて、えー、研究をしているので、 えー、それを見たという人たちから、えー、っと、まあ、メールが来るそうなんですね。見たんだよというね。はい、で、まあ、直接、その、どういう状況だったのかこう、インタビューをしているんですが、この BlackEyedChildren に遭遇する直前に、オカルトにまつわる本を読んでいる人がほとんどだそうなんです。人の ケースを調査しているんですが、うん、オカルト書を直前に読んでいませんでしたかと、えーまあ、ニックさんが聞くと「なんでそんなこと聞くのですかと?」とまあ認めたがらない人たちもいるとで、まあ、よくこう話していくといや実は読んでいたんですよっていうことが多いんだってオカルトにまつわる本を読んで<え>それが終わったところで 夜、ブラックアイ・チョーンがコンコンとこうやってくると、ね。訪れると。で、個人的にそのオカルト書をたくさん読んでいて、まあ、ブラックアイ・チョーンなんかに遭遇していないので、こんな話は嘘でしょうと、信じられなかったのですが、あの、その、 このブラック・アイ・チョールに遭遇した人たちがこう読んでいたとされる、うん、オカルト書が載っていたんですね。はい、うん。で、ちょっと読んだことがない本だったので、取り寄せてみましたほほ、ね。今日も持ってきたんですが、えー、この本です。かなり分厚いでかい本ですけど。タイトルが「ね、Mirror <of> The Mirror of Magic」という。あ、magic なの M,、はい、?M なのね。はい。はい カート・セリグマンというですね、<ー>スイス系アメリカ人の、えー、シュールレアリズムの有名な画家、画家なんですね。シュ r r e a l i のね。うんうん、が1948年に、えー、出したオカルト書、はい、The Mirror of Magic という本です。はい、で、まあ、s リ r r リシュールレアリズム。 まあ、ウィキペディアによるとあらゆる方法によって思考の真の動きを表現しようとする純粋な神的オートこれちょっとまあさっきのえーえー、っとなんだっけコクリさんとか、はいえー、ウィジャボールとつながるんですオートマティスム要するに自分が意識を して何かをこう描こうとするのではなくて潜在意識にアクセスして何かをまあこの画家の場合は絵を描くという、はい、そういうまあ一つの方法なんですね Surrealism というねそういうーアートをー描いていたカート・セリグマンという画家が描いたオカルト書なんです、はい、1948年にリリースされただまあその無意識潜在意識の 探求ですねこのカート・セリグマンという人はそのセリグマンの画家としてかなり成功を収めていてまああのどういう絵を描くかというとまあこういう絵を描く人なんですね、まあ、ちょっと、うん、ちょっと見づらいかもしれないですけどどう,どうですかデーブソン。<laughs> ちょっとなんかアニメチックなそうね顔なき人みたいな,なんかどう表現したらいいのかまああんまり見たことない絵ですよねそうだね<ー>まあその実際の描写というよりは なんか植物に似たなんか人間みたいなそういう表現が合うのかな、はいはい、なんかパッと見なんか植物だけど、はい、なんか人間のか形をしているみたいな、うんまあ、こういう絵を描く画家なんですね。えええー、で、えー、この The、まあ「The Mirror」は美しいとかは言,わ言えないよね奇妙ですよね、うん、奇妙な絵ですよね。はい でまあ、あのそんな彼がこの「r o ア of m マジック」という本を出していて、ええ、実は彼魔術に関してのエキスパートだったんですね。うん、で、まあ、この本はですね、えー、もう本当に錬金術や「カバラ」とかですね「エルシスの悲劇」「グノーシズム」など、まあ、魔術に関わる、えー、多岐について非常に詳しく書かれていて、はい、彼の,その個人的コレクションからですね えーまあ、ちょっと中身をまあ見せると250ものですねさまざ、あ、まなイラ,イラストがすごいが入ってるわけイラストがたくさん含まれているんですね、うん、でまあ,あのオカルト書の中ではかなりこうマスターピースと言われている、はい、え本の一つだそうです、うん、でまあこの本を 日本だ後にその Black Eyed Children に遭遇している人たちがニックレッド・ファンさんの調査によるとそれなりにいるということで非常に多いとこの本を僕は読んだことがないので、はいえー、そんなことはないだろうと思って、えー、っと取り寄せてみたんですよでそしたらアレンジに来たと <laughs> いやそういうわけではないんですがあのー まあ、この本の内容別に怖くはないんですね全然、うん、怖い本ではなくてあの魔術の歴史について学術的に詳しく書かれている、えー、本なんですがこれをそのリビングルームのソファーの上である日、まあ、読んでいたら、うん、あの寝てしまったんですね、はいうん、で、えーまあ、本を開けたまま寝てしまったんですがあの。 金縛りにかかったんです<う>、うん、でそんなにしょっちゅう金縛りにかかる体質ではないんですが、うんえー、以前何度かかかったことがある程度なんですが金縛りにかかってる間にその女性の泣き声が聞こえてきてもうシ,クシ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 クとこう泣いてる声が聞こえてきて<ー>でその後ろでその家具などがガシャンガシャン倒される音が聞こえるんですね。であの思考は非常にクリアだったので テレビで何かのドラマの音が聞こえているものだと僕は思ったんです。うんうん、なんかそのドメスティック・バイオレンスの、まあ、映画なのか何なのか、はい、女性がこうシクシクとこう泣いていて、ガシャン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 、物が倒される音がこうが、うん、はっきりと聞こえました、はっきりとね。はい、で、か、え、し、ー、りが外れてテレビを見るとついていないんですよ。うん、でまあその 自分の意識では、そのこういうものを読んで何かあるようなことは絶対にないと、まあ僕はこう信じているタイプなんですが、やっぱ潜在意識は別で、うん、え結局その、その体験からまあ怖くなって、それ以来この本、 読読んんでででなない <laughs> おいやっぱり絶対そんなことはない,いううにメインブラッカークが来るまで読めよ。ブラックアイチョーダーねドルあの。もう絶対そういうことはないと思ってあえて買って、えー、読んで、まあ、ちょっとその悲しりにあってシクシク女性が泣いてる声を聞いて怖くなっちょっとこほらここまで読んだんだけど半分ぐらい。 ほう読んだんだけどこれ最後まで読んでコンコンってきたらやだなと思って。<笑><笑>まあ、というのはその「ブラック・アイ・チョドレン」のそのなんていうんですか本当にそういうものが存在するというものをこう信じているというよりはやっぱり自分の潜在意識っていうのはあのいろんなことをこう起こしうるなと、うんまあ、そういうものをねこう、えー、見るような。あの 状態になったりするっていうことはありえるのかなというふうに思って、うんえー、まあ結局、まあ、大事をとって読んでないんですけど <laughs> 大事をとって <laughs> <laughs> まあ次回までにまた読んどいてくださいよ、うん、デイブ読むじゃ読んでいやー <laughs> 読んでこれ貸すからいやだってさこれ、まあ、ベストセラーになってる本たくさんの人がこう読んでいてあのー 非常にあの非常になんていうの別に怖い本じゃないんですけど、ねええ、いろいろそのまあ魔術の歴史的なことがねこう書かれている本でただその作者のえっ、ー、と方えっ、ー、となんだっけえっ、ー、とカート・セリグマンさんは、はいえー、ある日その外にこう行って。 ライフルで、あのーえー、リスをね、あのー、狩りのためにこうライフルを持って外に行って、うん、で転んで自分を撃って亡くなっているんですよね、えー、ちょっと妙な亡くなり方をしているそ,そしてでも本当に画家なんだけど、まあ、彼のその,その調査量とか彼自身が持っていたそのオカルトに携わるさまざまなそのイラストの量っていうのは 半端ないようなので、はい、相当な研究家だったんだとは思います。うん、うん、なるほどね。うん。<え>まどう思いますか、こういうの。まあまあありもそういう経験をしたということで、うん、何なんでしょうかね。うん、何かを呼び寄せる、えー、力があるのか。そのこの本自体にね、そういうそのパワーが。 まあその自分の意識に、えー、そういうこうパワーがあるのか何とも言えないですけどね内容は特にそういう系ではないという普通の本だと。 普通のというか、まあ普通あの、真面目なオカルト書ですね、だ<う>もう怖がらせるためにこう書いているのではなくて、不思議なことがたくさん書いてありますよ、ただ、例えばどういうことが書いてあるんですか、まあ、エルシスの秘技とか、それ自体、まあ、エルシスの秘技も前、ピックアップしましたが、非常に不思議なミステリールなうわけですよね、うんでまあ、そのカバラの起源だったりとか、錬金術。 錬金術もまあ不思議といえば不思議なわけじゃないですか、うん、あの,の歴史的なこう背景だったりとか、はいうん、あと、まあ、そのまだその後半の方,方にはその、まあ、ちょっとそうんでしょうね、えー、呪いというかね、えー、そういうものに関してもこう出てくるのですが、まあ、そこはまだ。 読んでないんですね僕はね。<laughs> うん、そこまで読めば、うん、<laughs> でもやだよね。うん、子供なんて来て欲しくないよね。<laughs> 怖いよ。ね黒目の子供。子供なんて家に来て欲しくないですよ。うん、ちょっとね。うん、だからさ、そのやっぱりそういう話をこう聞いて、でそんなの信じないと思っていても、やっぱりどこかにその。 意識のどこかにそういう,こうインプットがあってそういうものをこう見るのではないかなというふうには僕は思うんですけどただまあそのリックレッド・ファンさんがねそのインタビューした人たちは別にそういう話をこう聞いてたわけではなくてねたまたまこういうそのオカルト書を読んだ後にえそういう現象出くわしているわけですから、まあ。 潜在意識でまあこの本の中に何かあるのかなとまあその潜在意識を使ったそのシューリアリズムを研究していた画家なんでシューリアリズム的なその絵をたくさん描いていた人なので、えー、その潜在意識に働きかける、えーまあ、ある種のエキスパートだったのかもしれないなというふうにはね、うん、ちょっと思うんですけどね。 本人的にはそういう発言はしてないわけですよね。うん、別に読んだから不思議なことが起きるよみたいなことはも,も,、うん、もうなくなった後にそういうふうに言われるようになったっていうそうですね、あのそうですね、えー、と本人がまあどういうふうにこう言っていたのか僕も全てのこうインタビューを、ね、チェックしたわけではないので。 わ、えー、からないんですがただ、まあ、この本のレビューなどを見るとあの素晴らしいとあの非常によく調査されているというレビューが多くてなので、まあ、そういう,そのちょっとこう何かがあるよみたいなレビューは見ていないですけどねなるほどね<ー>まあ何、うん、とも言えない現象ですけどね、うん、読んでみてよ <laughs> <laughs> いやいや 一応名作と言われてる作品なんでちなみに今アンケート取っててデイブさんとアリさんどっちに読んでほしいってアンケート取ってたんですけどアリさん35%残りの65%が出てあれかでもハリーはもう読んでるわ途中まで読んでる途中であと 音読してほしいっていう <laughs> <laughs> 音に出して読んでほしいって言ってましたけどね。はあ。どんなこと書いてるんですか。あ、すごいあのよく書かれたオカルト書ですよ。<laughs> まあオカルトのまあ歴史みたいなことですよね。うんうん、基本的に。えー、<laughs> いやーどうでしょうかね。うん、この辺に。あ 本にあるイラストは全てこの作家さんが描い,たいやこの作家さんが持っているコレクションこれも全部古い絵なので<ー>、えー、いろんなその、まあ、あのオカルティズムの,あのイラストを彼のプライベートコレクションとして所有していて、えー、それをこう載、えー、っけているんですね。だからまあそのイラストのためだけでもこれは買う価値があるというふうに言われていますね。 今のところ英語版だけうん、うん、日本語版調べてみたんですが僕は見つけられなかったですねただこれものすごいたくさんの国にあの訳されてるというふうにはね書かれているんで日本語版あるかなというふうに思ったんですがあの僕は見つけることができなかったですね<ー>なかなかまあ古い本なんでね1948年出版の本な,んだ本なのでねうん、うん、62年に亡くなっているとい。 へ、うん、えー、なるほどまあただそう僕はこれを読んでる間に妙な金縛りにはあった <laughs> <laughs> そういうのし読んでよ <laughs> いや読まないでしょこれは68%が <laughs> 読んでって言うだからそう、ね、そう、うん、ちょっと来週までに読んで読んで あ入月さん、えー、スティーブン・キングが自分の作品の、はいえー、登場人物みたいな男に車で跳ねられたそうでやはり物語というのは現実とリンクし,なしがちなのかなと本人も語っていた、うん、なるほどね。うん、スティーブン・キングも、まあ、そのホラーストーリーをね、えー、書く人であのなんだっけミザリーだっけあのファンの人にね。あのははは 襲われるというねあのストーリーをね書いていますよね。えそれが実際に起きたっていうこと自分が書いた本、うん、っていうことの登場人物みたいな男に車で跳ねられたみたいな。えー、登場人物、うん、自分の作品の登場人物みたいな男に車で跳ねられたみたいな。うん、あなるほどなるほど。 あの自分の登場人物が、はい、えと会うみたいな自分が想像した、はいえー、その想像人物と、えー、会った、まあえー、作家や漫画家の話というのはあるんですよね。な,なるほど、うんえー。コスタリカさんからスーパーチャット頂い,いており「<laughs> 今日の夜の帰り道怖い?」 <laughs> なんで <laughs> <laughs>、えー、その他、利根川さん若さん、えー、機械さん、うん、などなどいただいておりますけどまあだ,だからお思うんだけど、はい、そのウィジェアボーとかコックリさんとかで、えーまあ、学校が閉鎖になったとかね本当にそのう子どもたちがおかしくなってしまっていっぱいあるんですねそういう、うんえー、現象というのがねだからその,、まあ、その信じやすい人 だけがそういうものをこう体験するのではなくて自分は信じないというふうに思っていてもその無意識の部分とか潜在意識というのは意思ではどうにもならないことなのであのやっぱり影響はあるんだと思うんですよねまあそれがまあそのいいふうにこう影響するのがプラシーボ効果というものがこう実際にその、えー 薬で何の有効成分も入れてないものが実際にその症状の緩和に効いたりするわけですね。はいはい、でまあそれもだからこれは効くんだっていうふうに信じようが信じまいが、うん、ある種その無意識にはこう働きかけるという、ねはい、えことなんだと思うんですよね。でも潜在意識がその子供を 呼び出すっていうのもなんか奇妙だよねだからアリの場合にはまだ悲しばりっていうのはまだわかるけどうん、うん、子供が来ちゃうんだよ <laughs> 家にそれ怖いよコンコンってね怖いよ、うん、来て欲しくない <laughs> しかもうちオートロックだから、うん、コンコンって来ちゃったらおいおい <laughs> あでそのブラックアイドチルドレンが訪れた場合は 絶対に家の中に入れてはいけないな、ね、っていうもう過ごす時間が短ければ短いほど良いという、はい、うじゃあ出ちゃダメなんですかうんと家の中に入れちゃダメなんだって中に中に招き入れて <laughs> その招き入れることによってまあその不幸が訪れるじゃないけど、まあ、都市伝説的にはですよ、はいうん、車の中に招き入れてはいけないっていうその 悪い例っていうのは招き入れないと中には入れないっていう話があるんですよね昔からブラックアイ・チョドレンだけじゃなくてエンバイトしないと中には入れないとエ、うん、ンバイトしてしまうと大変なことになるというふうに、えー、昔から帰っていかないぞといぞここういう,、うん、こう,いうことはう言われていて追い出すのにはその デイブさんのお友達のキト師さんとかが必要になってくる。もらわないといけない。よしさん、デイブさんが変な目にあったら、アリさん、ヒヤヒヤヒヤって笑ってそうなの。その通りです。潜在意識だよ。はい。はい、そんなわけで。はい。キミオナ・ホお話でしたけど The Mirror of Magic 読むかかどうちょっと。 <laughs> 考えさせてください。<laughs> えー、以上、はい、お疲れでした。お疲れ様でしたはいさあ、なんとか間に合いました、YouTube、はい、生配信もスタートということで、うん、陰謀オーカルトコーナー、ね、うん、なんだかんだ言って、2時間以上試行錯誤して <laughs>、はいはいはい、うまい声にいきましたよ。<laughs> ギリギリににギリギリ分前ぐらいに オッケーになりましたが、整ったということでですね。今日も陰謀オカルトコーナー、youtube の生配信でお送りしていきたいと思います。今何人ぐらい見てるの?。え、えっと、これで。四百人近く。四百人も見てるそうです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、はい。デイヴッド・ボーイ。うん。今日はデイヴッド・ボーイと呪われたプールというね。お話をしていきたいんですが。まあ、あの。 あれですよジ、ね、ェイヴェッド・ボーイは20世紀にイギリスから登場した最も影響力がある、えー、アーティストの一人と言えるでしょうね、えー、音楽家としてのみならずまあ役者としてもですね評価を得ている、まあ、大成功した唯一無二のエンターテイナーですねあのー、もともとこの人はですねあのオカルティズムに結構昔から興味を持っていた 人だそうで、はいえー、作家クリス・オーリアリーによると1967年にはロンドンのチベットハウスにいて数ヶ月僧侶になるための勉強をしたと書かれています僧侶になりたかったのチベット仏教にね、えー、興味を持ってで、まあ、そこでその僧侶の方にですね、うん、あのデビット君あなたはね僧侶になるように無シャになった方が良いよというふうに言われたと えー、いうことですねこれきっかけがねもともとそのティーンエージャーの頃にアルピニスト、えー、ハインリッヒ・ハラーが、えー、チベットに滞在していた時のことを書いた「7 years in tibet」という本ありますね映画にもなりましたよねなりました、ね、随分後にですけどねブラッド・ピット主演の「7 years in tibet」はい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 <ー>あれを読んで<ー>あのすごいこう興味を持ったそうなんですね、うん、でまあそこから、えー、今度はこうカバラに 興味を持ちましてカバラというのは、うん、カバラはそのユダヤ教の中にあるメステシズムの一つと言われていて、えーっとまあ、ユダヤ教が由来になっている神秘思想とでも言いましょうかね、うん、あの結構カバラをあの、えー、勉強してるミッション多いですよねマドンナなんかすごいカバラに一時期。 のめり込んだっていうことで,、ね、で,で有名な話ですよね。でまあそのカバラに行ったりですね。あとはまあ、えー、これもまあミュージシャンの中でですね。あのハマっていく人が多いんですが。アリスクラステク・ローリーね。この人はまあ何て言うんでしょう。クロマジッシうん。<laughs> とも言われているすね。そうね。そのクロマジッシとして有名ですよね。はい、うん。アスラステク・ローリーね。まあゼップリンの、えー、ギタリストの。うん。えー あ忘れちゃったえっとジミー・ペイジ、ね、ジミーペイジがアリスター・クローリーの家でしたっけ、うんうんはい、そうですね、えー、スコットランドにある。買って住んでいたという話も有名ですけど、クロマジシの元家そうです、ねうん。このアリス・クローリーもやはりちょっと誤解がね結構あるんじゃないかなというふうに僕とかは思うんですけど、まああの さまざまなその魔術を研究していた人なのでもう完全にそのただの黒魔術師とはちょっと言えない部分もあるんですが、えーまあ、これもまあ年代的にもさやっぱりさそ,のそういう時代だったんですよねそういうちょっとまあニューエイジイズムというかそういうものがこうすごくこう流行った時代があって<ー>、えー、このデイヴェ・ボーイもまあそういうのにこう惹かれていったということだと、はい 思いますで、えー、まあクローリーに非常に興味を持っていたことは有名なんですがもう一人このデイヴェボーイがあの影響を受けたと思われるのがヘレナ・ブラバツキーですね。 えー、このまあブラバツキーという人何度かこの「オカルト陰謀」コーナーで紹介していますがこの人まあオカルトの母と称されることが多いんですが19世紀の後半に登場したまあオカルティストである種そのいわゆるニューエージムーブメントの火付け役となったとも言われていますでまあこの<え><で>時代的にはクローリーと同じ時代なのんーとブラバツキーは 年うん、何年とかそれぐらいのこう時代だったと思いますまあそのその後に theosophy、えーえー、というまあ、えー、日本語で「新知学」というのかな、まあ、一種のまあ、あのー、宗教ムーブメント的なものをこう始めたと、うんえー、されて。 いまして、まあ、はい、僕もブラバツキーの本は、えー、と2冊ほど読んだことがあります。えっ、ー、と「ISIS u is n v i e l っていうのと「Secret Doctrine」っていう、まあ、両方すごいんどでかい本なんですけど非常に面白かったです。本本にはえな何を唱えてるわけ うん、あのそうですねブラバツキーはあのチベットにしばらく滞在していたんですね、うん、で、えー、っと彼女はまあロシア人なんですけど、うん、まあすごい人生なんですけどね結構そのロシアの,あのい,いいところ出身だったんですがそこからまああの今度はその東の方まあそのチベットに行ったりとかして要はそのえー 西と東といわゆるそういうミスティシズム的なものまあオーカルティズムに関して全くこう考え方が違ったというかあの違うものがあったわけですよねでその東の要はミスティシズムまあ言ってしまえばその仏教の,その密教的なものだったりとかそういうその発想をえっと西洋に持ってきた人だと言われています本人的には何かそういう不思議体験とかって ブラバツキーさんですか。か自分では言ってるの。ブラバツキーはすごいこと書いてますよ、いろいろ。もう。それこそも、空中浮遊じゃないけどさ。本人がしたというね、そういうものを見たっていうのと、あともう、その。超人的な、その能力を持っている人たちに出会って、教わったっていうことを書いていますね。なるほど。うん。本人はそういう能力、もなんか。身につけたみたいな。本人も、すごい。 能力をを持っている的なこと自分自身というよりもそのブラバツキーの周りにいた人たちはねあのそういうことを言っていてまあブラバツキーはブラバツキーでもペテンシー扱い今となってはねされてる部分があるんですよもうほとんど嘘だったじゃんみたいななんだけどこれまた面白いんですけどその後これねまたね裁判が続いてそのブラバツキーは偽物だっていうそのううううううう 訴えがまた覆ったりしてるんです、ねうん。実はそうではなかったみたいな。はいはい、まあ、真相としては何とも言えないんですけど、うん、まあ、あのー、要は、そういう、そのメステスズムとか、えー、オカルティズムを、あのー、彼女の。 彼女が書いた本によって非常にこう広まってニューエイジーズムに一躍を買ったあの人であることは確かなんですね、このブラバーツキーというと、ね、まあ欧米人に彼女を経由で伝わっていたということですね、うん、そうですね、そう,すそういう東洋のお話そうです東洋のお話そうですね。まあそれにデビッド・ボーイがハマっていたと。デビッド・ボーイも彼女の本をこう読んでいたということなんですね。はい、でまあ えー、70年代に入るとこのデビッド・ボーイのアートの中にはねあの色濃くそのオカルティズムがいろいろとこう引用されてくるんですが、まあ、かなりその物議を醸し出したのがあのこのデビッド・ボーイはナチズムにも興味を持ち始めるんですね。うんうん、でこれはまあインタビューでの発言などからですねいろいろ誤解を生むんですが。 あのアルバム「ステーション2ステーション」を引っ提げたツアー中これプレボイボーイ誌のインタビューにて、えー、彼が言ったことはロックスターはみんなファシストだと、うん、ヒットラーは人類最初のロックスター。 観客を沸かす彼の能力はすごいミック・ジャガー並だというふうに発言してあと、まあ、ナチ関連の品をですね、えー、所有していたことから東ヨーロッパで一時交流されたなどというふうにウィィキペディアには、えー、書いてあ,ります、ねまあ、ある意味、彼が言った。そのあの 話はまんざら嘘でもないというかもう要はヒトラーっていうのはものすごいカリスマ性があってそれだけの人たちをこう、はい、心を動かしたっていう、はい、ねまあとい,い,いいか悪いかは、はい、それは事実ですからね。まあその通りなんですよ別にこのデビッド・ボーイはそのナチズムの,あの人種差別的な思想に、えー、共鳴していたわけでは全然なくて。うん えー、まあ後にねそのこの時のインタビューの,その説明なんかをこうしているんですが、えー、っと要はその人々のその注目を集めるためにですね、えー、彼らがその使ったテクニックに興味を持ったということなんですね。うん えー、プラス、まあ、当時のデビッド・ボーイはこれまあ周りの人の話では相当な量の、えー、薬物をやっていたと、はい、まあかなりの量のコカインをやっていたと、えー、でまあ本人もそういうふうに言ってるんですが当時まあドラッグをやりすぎていて、うんえー、まともではなかったなどというふうに、えー、言っているんですね。でまあ あのー、そのまたこのナチズムのまた一つこうトゥイストがあるんですがそのオカルティズムとナチズムにはかなり深い関係があるんですよ。はい、あのブラバツキの本などを読むとですねいかにそのナチズムがそのオカルティックな思想をですね湾曲して利用したのがよくわかるんですね。うんえー、結構ナチ ナチズムもこのブラバツキの本に非常に影響を受けたと言われていて決してまあブラバツキが書いていたことはその人種差別的なことではないんですがこれまあちょっと一個ずつ説明する時間はないんですけどまあそういうそのオカルティズムからあの非常に影響を受けていた っていうことは、まあ、あのはっきりしていまして、まあ、そのナチスとそのオカルトのつながりっていうのも、ね、今度あのやりたいと思います、まあいろんな本も、ね、そ,あのそこに関しては出ているので例えばスワンスティか鍵十字というものもあれもともとは本当に,非常に古い、えー、オカルティックなシンボルマークなわけですよね。まあ、そのシンボルにもパワーがあったというふうに言われていますが。うんね でまあ、あの例えばあの、デビッド・ボーイのアルバム、アルデン・サインってありますよね、あれのこう有名なデビッド・ボーイの、えー、とメイクアップ、あのこう雷のマーク、ありますよね、これちょっと出してみましょうかね、あの誰もでも、ハロウィンライブでアリがこのメイクをしてましたよね、はいはモノラルの。 まあ、顔に雷を、うん、雷が描いたあのメイクこれもまあそのナチが使っていたルーン文字にそっくりだっていう話もあるんですよ、うん、その SS ちょっと SS の,あのマークをこう出してみたいと思いますが、えーっとまあ、あの S がこう2つ雷になっているやつをちょっと一郎さん出してもらいますか<今>あ出てますここかか、まあ、から来てるんじゃないかとかね ね<で>、はい、ここれキスも実はキスのロゴ出してみましょうか。K I、ね、S S の S S のそうですね。キス、えー、の世界的に使われてるロゴはあのー、これと雷チック S 一緒なんです。そう一緒なんですよ。で,よ<う>でこれ問題だっていうことでドイツはキスのロゴを変えてるんですね。えー、あそうなの？ドイツのドイツで使われてるキスのロゴをちょっと出してください。えー、そうなんです。そうなんですよ。か変えたんですよ。あ全然違いますね。す。どっちかというと。<laughs> z そうねそうねそういうねそういうところもありましてまあこのあのアルデン・セインのそのメイクアップに関してはですねこの時撮影でどうしてあのマークなあのメイクになったのか証言を読んでいくとスタジオになんか炊飯器があって、えー、そこにあの雷マークがこう書いてあったらしいんですよ、うん、ここ電源だよみたいなはい、はい、それをデビッド・ボーイが気に入って、えー、あの顔に塗った っというふうにこの撮影に携わっている人たちの証言はそうなっているんでるまあ別にルーン文字でもなんでもないんだっていう、えー、話なんですがまああのー、そんなこんなで、えー、70年代いろんなまあ物議があるんですが、あのー、やはり、あのー、彼の周りのいた彼の周りにいた人たちの話によると、まあ、相当そのデビッド・ボーイはこの。 時代、えー、コカインを使用していてこれまあ後にあのデビッド・ボーイのインタビューでもあの時は一番ダークだったというふうに語っているんですがそのために非常ににパラノイドになっていたんですね彼は自分が何らかの,その意識体に狙われていると感じて、えー、自分を守るための呪文をもう書きまくっていた要は「ワイマジック」のこう本を読み漁って。はい 白を白読み漁って自分を守るための<ー>もうあらゆるこう呪文とかをこう書いていたそうなんですね。はい、で当時、デビッド・ボーイは、アンジー・ボーイという女性とです、ね、結婚をしていまして、このアンジーさんは後に、バックステージ・パス,ス、ライフ・オン・ト・ワイルド・サイド・ウィッデーヴェ・ボーイという本を書きます。まあ随分長ったらしい名前ですけどそうですね。彼女とすあ彼と一緒に過ごした、日々をそうワイルドな日々を。っていうね、はい あの本なんですがこれまあなかなかあの面白い本でねあのこのアンジーさんの影響まあデビッド・ボーイにもいろんな意味でえいろいろあったと思うんですがあのまあその中に書かれてるエピソードでですねあのデビッド・ボーイとこのアンジーさんま引っ越しをすることになるんですねでまあロサンゼルスのところでこうアンジーがですねあの奥さんが家をこう探すわけですよ、はい。 です,すごいその奥さんが気に入ったアートデコ調のです、ね、家がもうぴったりの家があるよと「うん、もうここがいいんじゃない?っ」って言ってデビッド・ボーイを連れていくとなんかたまたまそのある部屋の床にあのヘクサグラムこう六芒星っていうのが描かれていて、はい、それを見たもうデビッド・ボーイはもうパラノイアになるわけですよ。 まあ、俺を貶める気かと模様はよく悪魔教で出てくる模様だということでビビったんでしょうねう奥さんたまたまそれを見過ごしていたらしくて<ー>もうこんなとこ越せるわけない俺をはめる気なのかみたいなパ、はい、ラノイドになってるからねで、えー、違う家今度はねドエニードライブというところにある、えー、家に今度は引っ越すことになるんですね、うん、でこの家にはですね室内プールがあるとはい でアンジーさんとして、ちょっともうその室内プールがあるのは、めんどくさいなとこう考えていたそうなんです、たい外じゃないですか、ロスの,このプールがある家とかもね、で基本的には庭にあるというか。アメリカ、やっぱりほら、水回りが悪いからさ、もう、まあええ、シャワー一つでもそうだけどさ、だいこう漏れたりとか、はいはい、問題が起きるわけじゃない。ええ、ましててやプールなんて、うん まあ大変な問題が起きるだろうなっていうふうにアンジーはこう覚悟をしていたらしいんですが彼女の予想とは全く違う問題が起きるんですね。ていうのは引っ越してから、えー、デビッド・ボー曰くですく、ね、<え>プールから悪魔が出てくると<は> <laughs> 悪魔が出てくるんだよアンジーとこれ何とかしないとやられてしまうとまあでもデビッドさんはドラッグの当時はやりすぎだとそう 当然奥さんはそでしょう、ね、そううででなんですそうなんです<え>奥さんも本当、まあ、何を寝ぼけたこと言ってるんだとはい、はい、でも、まあ、デイビッドがそう言うからまあしょうがないなっつってじゃあちょっとエ,エクソシ,シ,スシズムができる人探すよっつって、うんえー、ロスの教会の神父さんにこう電話して、えー、すいませんあの エクソシズムお願いできますか?」って <laughs> ちょっと貿易池なんですが <laughs>、はい、うちの主人があの悪魔が出るって言うんでちょっとうち来てもらえませんかねってこう依頼するんですね。でも、うん、まあ 教会によっては真面目にそういうエクソシストやってる神父さんとかいますからねはい、はい、うそうですね<え>まあでもエクソシズムってそんなバカなっていうわけではないっていうか一応バチカンの許可が必要らしいので今ちょっとねだいぶエクソシズム必要とされてるところが多くて変わったらしいんですけどこの当時まだ結構厳しくて。 なかなか本当はね、許可,許可がないとできないはずなんですが、まあいいですよっていうことだったんですね。<ー>ねデビッドボーイに奥さんがあの来てくれるってよって言ったら、ええ、知らない人を家にあげたくないと。でも<ー>この頃のデビッドボーイはもう完全にパラノイアになってて、ええ、で、あのまああのさっき言ったセオムジャ、アリスクラーリーの本などを読んでますから、ええ、例えばその爪を切って、その爪を普通にゴミ箱とか絶対捨てちゃダメ。ええ、なぜ？ その要はその爪を使って黒魔術をこうできるから髪の毛とかあ誰かがそれを拾ってそ魔術を唱えちゃう全部燃やしてたらしいんですよちゃんと燃やさないといけないっていうふうにアリスタ・クローリーはこう書いてるわけですそ,れそれをちゃんとやって、ええ、知らない人を家に入れるなんて恐ろしくてできないとなので、えー、デビッド・ボーイはですねワーリー・ L ・マークというね、えー、これ、まあ、白魔術師でデビッド・ボーイの友達、ええ なんですが、うん、このワーリーさんに電話をして、ちょっと自分でエクソシズムをやるので、あのなんとかやり方を教えてもらえないかと。ね。マジシに頼むわけ。そう、頼む。ええ、で、このワーリーさんが全部やり方を、じゃ、デビッドこうやってこうやってこうやって。そのワーリーさんを呼び寄やってもらえばいい、うん、かワーリーさんもいいい入れたくない。誰も入れたくない。うなもう自分でやらなきゃいけない。<laughs> ワーリーさんに電話して、そのやり方を教わって、 でこのアンジーさんの本によると、はい、もう,う会員をさんざんやってですよさんざんプールにこうやってよしやるぞっつっては<ー>エクソシズムをこう始めるわけですよでそこには奥さんはいるわけ、ね、奥,さん奥さんと二人きりで,でしょうがねえなあと思って見てるわけですよはい、はい、ところがですねこの,デビッこのアンジーさんの本によるとですよ、うん、デビッド・ボーイがエクソシズムを始めたところから、うん、プールの のその空気が変わりますほ<う>いきなり変わるで驚くことになんとプールが荷立ち始めたと<え> <laughs> ブ,クブ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 クとそれなんか漏れてるからじゃないの違うのアンジーさんは<え>まさかと思って、はいね、でも説明がどうしてもつかないと。 この本の中でも本当自分が書いたことがもうバカみたいに思えるけどブクブクとしたときが突然ブク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 といやなんか水漏れとかなんか彼女もそう考えたらしいですがそんなもの何もないとでもブク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 にだってるとデビッド・ボーイは顔面蒼白ですよ恐怖のあまり固まっちゃうとでまあなんとかちょっとここはさあのなんていうの あのリラックスさせるために奥さんは「あなたすごいじゃないうまくいったんじゃない」とかっていうふうに言ったという風にねこの本には書いてあるんですが<う>まあちょもう本当にデビッド・ボーイはもう固まっていたとね。で、えー、っとちょっと いくらなんでもこんなの信じられないからって言うんで奥さんは「行くな!」っていうデビッド・ボーイを遮ってそのプールの縁まで行って、うん、中を覗いたんですってええへへそうしたら今まで何にもなかったのに、うん、黒い影、うんはい、で彼女の話によるとそのガーゴイルガーゴイルって何て言うんだろうな、うん、日本語でまあ怪物というか何て言ったらいいんでしょうかねまあ よく中世に出てくるちょっとアクチックな小型の要は悪魔みたいな。はいはい、日本でいうと狛犬に近いんですよね要はその悪霊を怖がらせるために怖いマークをその大きな屋敷とかにこうあるちょっと、まあ、悪魔のような顔をした、はい、えっと生物というか、まあ、架空のね、うん、生物。うん、ガーゴイルのような影 黒い影が見えたと。ですねで奥さんはその黒い影が気になっていて、うん、その後その越してきた人たちにそのまだその黒いマークってあるのっていうのをこう聞いたらしいんですがそれがそのプールを全部こうペンキを塗り替えしてもその黒いマークは再びこう現れ 続けたという。え、それ、ど、どこに現れるわけ。水の中ではなく。プールの、その床ですよ。そこの床に、床に。見えると。そう。え、プールの写真はないんですけど、その、家のね、写真は。あるんで、ちょっと一回。あ、これですね。これが、その。あの、二人が住んでいた。室内プールのある家。ロスの。家というね。なるほど。どう思いますか、この話。 いや、いやいや。<laughs> まああの。何とも言えないですけど、何 <laughs> とも言えないよね。デビッドボーイ。本人はもう誤解、うん、でぶっ飛んでるわけじゃない。そう,そう。でも奥さんは？ 全然シラフでそれを見ていたとでも影が見えてしまったとは本の中ではもうそういうことがあって彼女もそこでコカインをやったっていうふうに書いてるんですけどあそうなの結局はやったの結局あそうなのんともね言えない話なんですけどうんまあ不思議な2人 ですよねでもその影がえ後に購入した人たちでもその影は残っていたってと<え>動いてる影なのかなそれともただ単にそのプールの下にそうですね僕が本を読んだ 感じとして受け取ったのは要はシミのようにプールの床に黒い影がこう浮き上がったということなんですね塗ってもシミは出てくるとそうということは ボーイのおいどう逆に引っ越すんだったらそお払いなんかしないでさっさと引っ越せばよかったのにねそしたら影もも出ななくて済んだのかもしれない <laughs> <laughs> まあでも奇妙な体験が本人はできたからよかったんじゃないですかデビッド・ボーイさんはね今メッセージで「はい、今誰か住んでんですか?」みたいなうーんとねそう僕もそれを調べたかったんですがちょっとわからなかったんですけど家がまだ存在してるかどうかも わかんないいっていう状況そうですねまあ一応そのネットとかでその家をこう検索すると出てくるのでおそらくまだ存在しているんではないかなというふうにはね思いま,すねまあでも今となって存在していたとしたら何も起きてないんでしょうね起きていたとしたらさ、うん、また何か話題になるでしょうね、うん、このご時世さ、うんまあ、そこんなにあのウェブとかが。 ねうん、ある中で、どこかで話題になってないっていうことは、特に何も起きてないんでしょうね。ねうん、そうですか、うん、デビッド・ボーイもそんな不思議な体験をしていたと。うんまあ、だなんかなんていうんでしょうね、そのこ,これも僕はそのある種の,そのカオスマジックの一種というかね、うん、その自分ができるんだっていうふうにこう信じ込んでいると、まあ、そのうまくいったりするとかっていう話あるじゃないですか、逆でその悪魔がいるっていうふうにね、えー、本気で こう信じ込んでしまうとそれが本当にこう具現化して見えてしまったりとか、うん、っていうことはあ,のあるんではないかなというふうにね僕は思うんですけどねまあ可能性としてはあとは2人ともなんか一種の催眠術にかかってしまった、ね、見えてしまったみたいなことですね実際には起きていないんだけど、うん、2>, 2人ともちょっと幻覚を見ちゃったみたいなそうですねただまあそれが僕はその実際ではない ととは思わないというか、まあ、現実というもの自体が何が現実かってどうしてもこう言い切れない世界に僕たちは暮らしているので自分が思っていること、まあ、少なくともその,その人たちには見えてる。 っていううのはもうそれはもう現実としてこう見えてるわけですし普段僕たちが見ているのも確実にこれは幻覚なわけですから本当に例えばデイブが僕のことを見えるわけでもないし僕が本当にデイブのことを見えるわけでもないもうあくまでも僕たちの脳が作り出してる幻覚なので何が本当かっていうのはどれも本当ではないっていうのがおそらく真相なんじゃないかなと僕は思うんですけどねまあデイビッド・ボーイに関してはね何年か前に亡くなりましたけどもう自分の要は。 命を予言し死を予言したいたのではないかみたいなことは噂されたりとか、うんうん、最後のアルバムもちょっとこう、えー、奇妙なところがただあるみたいなそうですねオカルティックなそのアルバムに戻っていきましたよね、ええ、しばらくそういうものからこう離れていきましたけど最後の「バイ・ボーイ」の作品はねは本当にそういうものにこう影響が濃く見える作品になっていましたね。なるほど、うん、というわけで、はい、今日はこの辺で。はい ではでは、また来週。さあ、デイフロムショー、陰謀オカルトコーナー。今週も、えー、リハビリ中のデイフロムに代わりまして、僕もリズミアリがお送りしていきます。今日はですね、えー、無表と、 ロージーの魔法律相談事務所などで有名な漫画家の西義行さんにお越しいただきました。西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう、本当一ファンなのに、なんでここにいるんだろうみたいな。<laughs> いや、ね、西さん、よく、その、見てくださっていて。<laughs> あの、コメントを書いてくれたり、スパチャしてくれたりとかね。ね <laughs> 大好きすぎて、スパチャしまくって、もう、オレオレオレみたいな感じでいや、もう、すごい光栄でね。<う>あの。とんでもいい。 いやちょっ西さんに来てもらおうよってもう前からこう話していたんですけどあのやっと今回実現しました。いやもうこもうもうあえず DM が来てびっくりしました <laughs> うう一応からね <laughs> あのまあここのまずデーロムショー自体を紹介してくれたのが私の兄なんですけど兄に LINE したら、うんうん、LINE から来て「うん、お前出るんか」みたいな「<laughs> マジかなお兄様」「そうのもう無理で初めて尊敬されましたね <laughs> 兄から」<laughs> おです最初もう、うん、僕より全然ディープにもうその、えー、と YouTube とかで、うん、あれする前から見いてたみたいで,、うん、でそれでインボーカルとコーナーっていうのがあるよっていうのを56年ぐらい前ぐらいにやってで YouTube で見れるっつって。うん ずーっと追いかかけてますすそうでメールもね来ててリーナさんから今日のゲストは、えー、西義幸さんとても嬉しいです「えー、ジャンプ」に連載されていた「無ョとロージーの魔法律相談事務所大好きで毎週楽しみに読んでいました独特の画風と表現で、えー、不気味さや恐怖がリアルに迫ってくる感じがたまらなかったですほろりと、えー、させるストーリーもいつもお見事でしたと。 いうね、あのあメールもいただいているんですけど、日産の漫画ってやっぱり、はい、そのマジとかうん、うん、魔法とか、そうですね、ちょっとこうオカルティックなものをこうもとそ,その魔術とか魔法に興味持たれたきっかけってどうどうなんですか？あのマジとか魔法に取り憑かれたきっかけみたいなのってたくさんあるんですけど、うんうん、一番はやっぱり やっぱりですね、こうまあ兄なんですよ。兄がですね、二人がまあまずなんかデスメタルとか聴いてたんですね。ジューダスプリーストとかなんかものすごい音楽を聴いててでジャケットがファンタジーのが多かったじゃないですか。そうですね、メタル系のスロード＆なんなんちゃらみたいなサムサム。いやいや僕大好きなんですけど指輪物語。でそこからハマってたんですよファンタジーの世界。でウォーロックっていうすっごいなんか。 もうレアな今あんまそんなレアじゃないんですけど、うん、<laughs> ファンタジー雑誌とかその頃からもう見てて、うん、どん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 どはまりしてたんです、うん、で、兄からの影響からもうだんだんこう薄れていってもう自分でファンタジーとかをの漫画とか本とかもうめちゃくちゃあさるように探しててでもうこの世に魔法はあるはずだみたいな感じの、うん、魔法少年が完成してしまったんです見事に魔法少年が完成して <laughs> でそれで、まあ、本屋の片隅である時見つけるんですよ 魔法の書そのね、なんか片田舎の本屋に、魔法の手引きみたいな本が売ってると思いもしないんですよ。なるほどあったわけですしかも、その二さんのって西洋風の魔法ですもんね、その東洋の魔法のとかって結構、日本はあるんだけど、西洋のなると、そうなんですよ、陰陽師とかではなく、そっちも後々はまって、大変なことになるんですけど。 ちょっとねなるほどそれでまあそっからハマっちゃって小学校の頃からもう魔法を魔法書みたいので黒魔術と白魔術の差みたいなのとか書いてあったり実施の仕方とか書いてあったりので実施の仕方実施しようとやるでしょうとやっちゃいましたねああそうですかそれどんな魔法だったか覚えてますはっきり覚えてるんですけどまあ学校でもちょっと問題になったのであそう。 ん魔法をしたです僕魔法っていうと魔法使いが手から火の玉をボーみたいな雷ドンみたいなそういうのはなかなか難しそうだとそりゃ無理だメテオスオーンは無理だと惑星水星オぶのは無理だとだからこのちょっと人人を魅惑するというか騙すみたいな魔術があるとあど。これはいけるだろう俺でもやれるだろうと思って用意し始めたんです。 でまあ、まずその呪文書を友達に発見させるところから始めよう,ほう,ほう魔法があると思い込ませる魔法をかけようと思ったんです <laughs> なるほどまさに魔術で、まあ、それあんまりやるなよって書いたんですよあの。<laughs> 捕まるぞと <laughs> よくよく考えたら大人になってやってたらもう確実に捕まってるだろうなっていうようなことで、うん、まあでもまあ、ねうん、内容がまあかわいいものなんですよ、うん、その魔法に、うんえー、こういう呪文を唱えたらチクッとするっていうのを、うんうん、こうなんかふにゃふにゃの象形文字を紙に書いてですね紅茶で染めて、うん、日晒らしに晒してうん、うん、ボロボロにして。うん まあ二三月かけけるわけです。その髪がボロボロになるまで凍っちゃううちの母親にこ「あんた何使うの?」って言って「でこうベランダで干したりとかしてでいや完成したと、うん、でこう巻物にするんですで公園に埋めるんです、うん、公園に埋める埋めるんです、うん、結構大変でしたあの夕方、うん、夜はいはい ある少年がその滑り台の下で穴を掘ってるっていうのを見かけた方がいるかもしれませんなるほど。それを2か月ぐらいかけて作った呪文書を埋めるんですよ。埋めるんでである時遊んでてんかこう宝物探ししようっていうふうにして結構日ですね。でじゃあんかすごいのが見つかるかもしれないこんな公園でもねみたいな感じわあじゃあみんなで探そうみたいな別に僕近所のリーダーとか何でもなくてただのチビのそこら辺の端っあの。 んていうんですかね脇役というか世間でいうとあまり目立たない公園の中でもっとね野球がすげえ人とか剣道が強い人とかがリーダーだったんですよでその中で「じゃ宝物ってあるわけないじゃんいやでもあるかもよ」っつっ何これ」みたいなちょっと掘ってみてみたいなさて掘らして「何これ」だってカリカリにさびた。 今思えばクッキーの缶でよくばれなかったなと思うんですけどクッキーの缶に入れて入れたのさびさせてさびさせてそうやっぱこだわりありますこりしですねそうですさすがやっぱり古いものだからこれ古代のものというふうにしないといけないと思たガリッて開けてそしたら書いてある「あ何これ」みたいな感何とかって呪文を唱えるとチクってするって書いてあるよ」みたいな感じ本当だ」 ちゃんと日本語で書いてあるみたいなそこを疑う人もあんまりなかったいくつぐらいの時ですか小学校34年でそれでですね「呪文を唱えたらチクッとするらしいんだけどセンスがある人じゃないとチクッてしないみたい」その本には書いてあったんです魔法を感じるものはセンスがそういう才能が備わってると思わせることが大事であると書いてたんですよ。 いやなななかか魔術でですねねそれみんながこう魔法とになって「あなんか本当だチクッとする」「あ本当だチクッとする」って初めてえらいことになったと思ってまあ翌日ですねこのようなことをした者がいると学年で問題になりまして問題になるんだ若干なったと記憶しておりますでで私ちょっとすいませんと。 それもよく考えたなとかって褒められることではないまあ褒められないですってそんなことをしてほかにもですねいろいろ言えないんですけども実践に移そうとした催眠術とかありましてちょっと言えないですねいろいろありまして本当に魔術に憧れてたんですね魔法使いになりたいと思ったんですよ本当に で魔法使いになるの難しいなってやっぱり思ったんですね。うんうん、でそして「あ魔法使いに似た職業があるぞと」と、うん、漫画家がいいんじゃないかと、うん、そこで漫画家を目指すようになった、ね、なるほどね。うん、じゃあ漫画が先というよりは、うん、魔術に対しての好奇心が先すごい好奇心が、うんうん、もう魔術に対する魔法に対するもう このようにそのファンタジー、うん、妖精もドラゴンも存在するはずだうずっと思い込んでたんでなるほどね。ただまあそのねニッさんの作品を見るとね、はい、そういうそのファンタジーなね感じっていうのもすごいこうたくさんこうあって。その漫画のそのアイディアとかっていうのはどうどういうふうにこう出るんですか。すね、やっぱりあのー、子供の頃からとほとんど一緒で、うん、あのー。 自分に興味のあるものからしか題材が出てこないんですよね。うんうん、で、やっぱりこう幽霊とか、うん、そのなんかオカルトオカルティックなものから結構題材が出てくることが大きくて、そこからキャラクターがこう染み出るようには湧いてくるというか、うん、だから。 難しいんですけどね漫画のアイデアの出し方と一言で言うとやっぱり自分の心の内を下がるんですよ。うん、本当にお前が好きなものは何だって常に問いかけなきゃいけない仕事なので,、うんうん、でそこからやっぱりどうしても自分の大好きになった魔術や魔法からネタが出てくるんですよ。うんうん、ああの一つこの「魔物鑑定士バビロ」って作品があるんですけど。はい これであの呪いの品を与えて、うん、その主人公がバビロっていう主人公がいてそのもう一人の男の子がいるんですけど、うん、その男の子に呪いの品を与えて人生を成功させようとするやつがいる、うんですよブラックドラえもんみたいなやつがいうん、うん、もうそれも完全にオーパーツから来てるんですよ。なるほど、はいうん、パーーツの どの大パーツというかその大パーツという概念自体からそうですね、うん、その呪物ですね呪われたものとかたくさんあるじゃないですか、うんうん、そういうものからアイディアが出ちゃいますし、うん、どうしてもそのじゃあ今回変身もののヒーローものを去こうそうですねよし書くぞってやったらだんだん題材がオカルトに近づいてきます <laughs> <laughs> どうしても問題のある作品にやっぱなってしまって、うん、っていう感じですかね。な,るほどねなんかその 不思議な体験とかっていうのはあるんですか<あ>そのちっちゃい時とかそうなんですうん、うん、あだからあ、ね、の基本的にあのお化けの漫画書いときながらお化けは大嫌いで絶対会いたくないと思ってるんですよお化け怖い今でも怖い,い <laughs> <laughs> 基本お化けはすご,すごいニさんのだっていっぱい登場するじゃないですか <laughs>、はい、もう絶対怖い怖いのが会たくないし体験したくないのに <laughs>、うん、そういう目に 都度ちょっと会ってきてしまってるんですよね。あ会ってきてるそうなんです。うん、まず、何か1番最初に子供の頃不思議だなと思った。体験はあの小学校剣道通ってたんですよ。はい、その帰りにあの仲良し3人組で剣道の帰りですね。うん、あのとことか歩いてたんですよ。うん、忘れもしない。a 君のあの家々のこの t 字路こう分かれ道ですよ。そこでじゃあねーって言った瞬間に空に。うん 5つの点が浮かんでるんでですよ点<が>なんだこれ麗、うん、にシューとこう流れていってるん何、うん、だろうあれヘリコプターかな音もしねえや」と思ったら、うん、その5つの光がパパパパパってこう直角に曲がってスッて消えたんですよ。うん、で3人とも道着を抱えたまま固まって走って「うわ!」っつって「うん、見ちゃった!」つって何見ちゃったかよくわかんないですけど、うん、UFO なのかなのか、うん 今でもよくわからないです、ね、まあでもその話を聞く限りは、うん、いわゆる UFO って言われる未確認飛行物体なのかなの、うん、でその後が中学生になってからで、うん、あの家族でハワイ旅行に行ったんですよでハワイに行って楽しかったんですけど、うん、帰ってかからおかしなことがたたくさんん起きたんですよ、うん、でそれがですねなんかこうあのー。 はっきりとおかしいことが起きたわけじゃないです。うん、なんかご飯が食べなくなくったんですご飯が食べなくな全く喉通らなくな食べれなくなった。豆腐ばっかり食ってたんです。もう豆腐しか通らないと思って。<う> <laughs> ハワイから帰ってきたそうカルチャーショックを受けたのか、うん、何かもらって帰ってきたのか何だかわかんないんですけど、うん、何にも一週間喉通らなくなった、うん、そっから不思議な経験をたくさんしちゃって、うん、でその不思議な経験の一つが自分が1歳半とか。 1> 1歳以前ぐらいに見た風景を思い出して喋ったんですよ、うん、そしたら「<う>なんでそれ知ってんの?」って親御さんがそう、うん、僕が血のみ子で抱えられてるような年齢の記憶が一気によみがえったんですよ、うん、<laughs> なんだこれと思ってそれ強力ですね強力なんですよそれなんかんとかって言ってましたよねそのありさんがなんかその話をなさってて、うん、あこれこれ俺だと思って、うん、忘れちゃいましたけどなんだろう えとちっちゃい頃の思い出をなんかあったんですけどね <laughs> と思い出す <laughs> <laughs> そうそれで、うん、そ,れそういうのがあってしかもその時もそのプールがあったんですよ、うん、でちょうど夏の初夏に行ってハワイで出て帰ってきて、うん、学校でプールがあったんですよ中学校で、うんうん、そしたら潜水が5 0ー,ーぐらい泳げるようになってたんですよ 一回も上に上がらないで5 0ー泳ぎきったんですよ。うん、僕金ななんんですうなんですすよげいずーっと水中ゴジラみたいに <laughs> <laughs> 23分入ってられたかな <laughs> すごいですね何かが変わってお前水泳の試合出ないみたいなこと言われて、うん、いや多分これ今偶然なんで豆腐しか食べてないんでみたいな感じで。<laughs> 何でしょうねそのハワイと何か関係ある、ね、ハワイがね、うん、おかしいんですよ僕,の僕もその大人になってから娘を、うん、と息子を連れてハワイに行くんですけど、うん、行ったんですけど、うん、行くたびに娘の足が骨折するんですよ、うん、行く直前になると、うん、怪我するんです、うん、剥離骨折。うん これは、いや、いっちゃいけねえじゃねえかって思うよ <laughs>。それでも行くんですか。いや、あの、い、い行ってないて。あ、いや、いや、あのね、結局、行け、行けるんですけど、うんうん、あの車椅子で行ったりとか、やっぱどうしてもチケット取ってる。る、うん、で、ちょっと二度経験したので、うんうん、もうやばいっつってもう、い、こ、それ以降、行ってないんですよ。うん。うん、なんか、関係。 ありますね、それはね。やっぱりありますかね。ありますね。いやあ、僕なんか中学校の頃拾ってきたものなのに。ハワイっていうのも、うん、その結構ハワイもいろんなそ,<う>そのオカルティックなものがこうあって、あの、うん、やっぱそうなです。うん、あのやっぱ火山がすごいところだというので、うんうん、そのハワイの石いいをそのこうハワイ島なんですけど持ってきちゃいけないっていう。 あのあれがありまして、えっそうあのペレの呪いだっけな、うん、あの火山のそのうまあ女神さんみたいなのがいて、はい、ペレ聞いたことある、うん。そこを怒らせると祟、うん、たたりがあるっていう話があって、でまあそのハワイのその。えー 火山公園みたいなところがあってまあすごいその火山から出てきた石なんです,すごい綺麗な色なんですけど絶対それは持って帰っちゃいけないよと。でそ,のそれを無視して持って帰った人から。うん 謝罪の手紙とその石が毎日のようにものすごい届くっていうね話は聞いたことありますけどねやば <laughs> 僕もさハワイ行った時に、うん、そのダンスとかその舞踊でそのハワイの伝説を教えてくれるあれがあって、うん、見ても見たんですけど、うん、あこれは神様いるんだと思って、うんうん、しまったなと思ったんですよね。うんうん、あのやっっぱりちょっとその 島で何かありますよね島もそうですし場所って僕場所だと思ってて何か経験しちゃうのってその人にセンスがあるにかかわらずそこに居続ければ何かそういうものを影響を受けるっていうのは何個も聞いてるんですよね。でやっぱり幽霊話とかやっぱり幽霊の漫画描いてるとファンレターにファンレターじゃないのが届くんですよ。 なるほどああそれ面白いねそれ相談なんですよ相談ねリアル相談あ,あリアル相談ね無表と老人じゃなくてあ,あまあでも届くでしょうね、うん、届くんですよ、うん、それなんか印象的なのとかって <laughs> いやもうしゃにならないのがたくさん届いてうん、うん、いや これはお祓い絶対いた方がいいだろうとかうん、うん、これはお祓いじゃなくて病院だろうとか本当んですよ。<笑><笑>本当に、うん、やっぱシャレになってないんだな日常と、うん、そうこんなことがあのたくさん起きているあ、まあ、その一つのエピソードで、うん、あのドッペルゲンガーの話が来た時は一番怖かったんです、ね、ードッペル中で、うん いるはずもない親類を見かけるようになっちゃいましたっていう話をされまして、うん、で「うん、ほうと」とでそれで手紙がそのなんつうか続いていくんですよ。うん、だんだんと親類じゃなくて家族に近づいてきたしまいには親がしまいには兄弟が見えてきた。うん どうしたらいいでしょうっつって次はきっと自分が来ると、うんうん、いやーこれはもう怖すぎてどうしようもないと思って <laughs> それ法律あの魔法、はいね、魔法律相談所としてはいやもう,もうあのとりあえずでねそれがね、うん、書いてあったのが「今日、うん、怖いから」話していいのかな 怖いんんでですけどユーーチュブなその方再三実家に帰るように言われたんですよで実家にずっと帰ってなかったそうなんですよでその後帰ったらしいんですよ帰ったらですねその実家に向かう車友達が 見かけたそ帰ってくるところその車「何々ちゃん車で乗ってんの見たよ実家に向かってくの」「後ろにお坊さん乗ってたね」って言われたんですとそして玄関に極めつけは本人が真っ白い長細い狐のような煙を見た」って言ってるんですよ。 ぜひ毎年お墓参りを欠かさないようにしてくださいと <laughs> お伝えしました。ご神主様とか、うん、やっぱり例えばその土地の神様とかが、うん、やっぱりおろそかにしちゃいけない一族とかやっぱりいると思うんですよね。で、うん、そういう関連だと思うんですね。うん、でそれで警告としてドッペルゲンガー現象のようなもの。うん、ドッペルゲンガーっていうなんか西洋のねあれかみたいですけど日本にもやっぱりあると思ってて。うんうん でも柳田邦夫さんとかの本とかあの見ますと、うん、やっぱりそういう似たような現象も書かれてるんですよね、うんうん、彼も研究第一人者なんで、うん、その後まあ魔術にはまってから「柳田邦夫」という手順を踏んでいったんですけどもあなるほどなと思うことがたくさんあり僕の身にもやっぱり直接起きたりとかしてその作者が自分が作ったその登場人物と出会う、うん。はいうん っていう話がしてましたね。結構あって、これその日本の作家さんでもいらっしゃって、海外の漫画家とかでもいらっしゃって、結構あるっぽいっていうね、そのすごいニさんどうですか？自分のが描いた登場キャラクターとあの。 いやー怖いですね、うん、それがあったらね、うん、まだないですけど僕はあのムヒョっていう主人公がいるんですけど、はい、モデルとも言えないモデルがいるんですよなるほどなるほどその話っていうのがあのー、ちょっと本当はしたくないんですねあのあ、ー、の やっぱりこう救われたんですよなるほどある時、うん、そのその方おそらくまあお坊さんか何かなんですけど、うんあのー、ずっとその怖い目に遭ってた時に、うんえー、一生懸命絵を描いてたんですよ。うん、でその絵を家に飾りまくってたんです僕が自分で描いた絵をとにかく描きまくって飾りまくってて。で その絵を見たそのお坊さんがこの絵は魔除けの力があったねって言われたんですよその時すごい救われたんですよねなんか自分がこうすごく追いつそういう怖い目にあって追い詰められていた時にあこんな風に僕の気持ちを理解してわかってくれてでしかも僕が描いた絵を魔除けだったって言ってくれるということをなんかあ こういうふうに、その見えざるものに対する。その救済をしてくれる人がいるんだな、このようにと思ったんですよ。なるほど。で、それを結構根底にアイデアとして、すみません、ちょっとあの具体名とか。もちろん、もちろん。何があったとか、どこであったとか、ちょっと。なるべく言わないようにはしてるんですけど。そこからアイデアのソースはあったような気がしますね。なるほどね。そういうそのモデルが。 無票にはあります。そうですね。ちょっと本当にこうなるべくいやでも面白いですね。そのその時のその怖い体験っていうのは結構ヘビーだったんですか。ヘビーでしたね。今でも大っぴらに語るのを幅感でおります。もうあのその僕の周辺が結構大変なことになったので。 やっぱり自分だけのことではないっていうところがありまして、うん、いつかこの経験をしたためたいとは思うんですけど、うんうん、その無表に少しその。それを落とし込んではいます。なるほどね。うん、はい。やっぱりそういうその作品には。あの、うん、ある種の、その日産の、その体験っていうものは、実はもう色濃く。 出てているっそうですねやっぱり感じたものしか書けないのでだから「無償と老人」は本当に僕の思っていることを経験したことを全て叩き込んだような形なんですよね「才能と努力」っていうテーマがベースなんですけどそことかもやっぱり自分が経験したことなんで。そのなんかなんて言うんだろう パラノーマルな経験って年齢ってちょっと関係しませんその時期というかいろいろとある時期と逆にはったりとなくなる時期とねそうなんです全くなくなる時期があるんですよねこれが不思議でああ俺よかったと思いましたねそれがなくなってからでもある時突然ふって湧くんですよ。 全く20年ぐらい前の話がとある人からの一方電話で「先天と線がビタってつながって現在になる」っていうのがあって「ゾーってんです「やめてくれ」と「封印してきただろそれは」とはあみたいなことはありますまあそれはあ本当にはいなかなか最近はどうですか 最近はですねあのですす穏やかに暮らしておりまでもたまにふっと怖ってなる時があったり相病がなくなった時に不思議な経験がありましたねなんかあのその大好きな猫ちゃんトキウって名前なんですけど亡くなっちゃった時にですねあの子供と一緒に寝床を整理してたんですよそしたらですねこう 小さなこう光の粒がスーって綺麗にこう描いてパッて消えたんですよ、うんうん、でああ無時計だーってこう、うんうん、<laughs> 子供が喜んで、うん、ねすごくそれはでも感動的な経験なでいい話ですよねそうですねでそれぐらいかなまあ結構なるべく思い出さないようにしてるっていうのが本音なんですけどね <laughs> そうなんだ実のところーあのー 放っっってておきたいなっていいいなうエピソードもいっぱいあるんですよだからみんなそういう方がたくさんいるんじゃないかなと思、うん、例えばそのオカルティックな体験をしてしまったら、うん、その人に話したら、うん、あのね、うん、精神疾患だと思われてしまったりとか、うん、なんかその変に思われるから言わないでおこうっていう人がたくさんいると思うんですね、うん、そういう人たちが僕にたくさんその相談の手紙を入、ねうん、れてたんですよね。 なかなかね、あれでも、ね、そのやっぱり日さんの描く絵にやっぱり何かをこう感じるでしょうね、うんうん、その救いというかそうですね、うん、その坊さんが感じてくれた何かその魔よけ的な力があればいいなと思って日々描いてはおるんですけどもうん,、うん、うんなかなかねな<あ>役に立っているのかどうか,なか,なか深いですね深いですねまあでもそのなんて言うんだろうな ある種の,そのフィクションが、うん、フィクションの話が本当にこう、うん、なるというかあの、まあ、例えばその、えーと「スレンダーマン」の話とかもそう,です、ね、そうなんだけどもうただの,そのフィクションの話なんだけどそ,<う>それがその、うん、意識の中にこう入り込んで、うん、ある種その具現化してくるっていうとかまあその。 チベットの方の、えー、タルパというその、うん、要は意識で作り出す分身みたいなものですね。ね、うんうん、このタルパでまあそのチベットのお坊さんたちがこう使える術だっていうふうにこう言われているんですけど、それをその、えー、まあ実際にこう実験して<ー>本当にちょっとずつ。 生まれてくるじゃないけどその自分がその想像しているものっていうのがはっきりといきなり出てくるっていうよりはちょっとずつ形になってくるっていうのかなだからその漫画家の方や作家の方が自分が想像しているその想像人物と出くわすっていう体験っていうのは。 こうあるのかなっていうふうにねそれがその本当にフィジカルなものなのか、うん、メタフィジカルなものなのか不思議ですよね、うん、いや感じるときあるんですよこれを描くの怖いなと思うときあるんですよ。やっぱあの最近あの書いてある「ライカンスロープ冒険保険」という漫画があるんですけど、はいはい、その中でもうあのこちらでよく話題になる「軍山複合体の話」なんですあれをこうテーマに描いたんですよ。うんうん それを書いてる時にいろいろ起きてあもう怖いと思いましたね。そっち系のねおっと系のねそっち系のねそっち系もありますしあとやっぱりそのタルパのようなイメージしてたものがニコラ・テスラもそうですよね想像してたものがもう目の前にあった僕には見えたっていう「自叙伝」でも書いてあったりしてあ本当に。 いずれその自分が描いたものがそのままそこに現れることあるかもしれないと思ってたらですね、うん、この「魔物鑑定士バビロ」っていう作品にですね、はいはい、ああるる一個のペンがあるんですよそのペンはですねかそのペンで漫画描くと名作が何でも絶対描けるんですよ。うん、でもそれ実はとある現存する漫画家からのネタをパクりまくって、うん、そのペンが描かせてるっていう、ね、魔法の詩なんですけど。うん ファンがそっくりに作ったものを送ってきて、<laughs> その手 <やっ S 2> はね、もう怖いと思って。<laughs> なるほど。の悪魔みたいな顔が先端についてるんですよ。もう開けた時もうゾッとして、<laughs> 嬉しかったんですけど、いやーもうすごいなと。だからその作品を感じ取った。 読者とかが共感してくれてうん、うん、それをさらに広げてくれてるわけですよね無表路字を読んでこう思った、うん、こう感じたっていうのを、うんうん、いやもしかしたらいつかその街角からロージーが来たりしてとか思、うん、<laughs> ったりする時ありますねでも、うん、あのスレンダーマン見た時にはい、はい、僕が無表路字で読み切りの状態で出した時の幽霊が、うん そっくりなんですよ。スレンダーマンに。でそれ、二十年ぐらい前に書いてるんですよ。あ、ミームって、怖いなと思いましたね。その、どこかでみんなが怖いと思う図像が、何十年も、やっぱり、あって。それを私が偶然、引き上げて、まあ、それって実はその、実際見たことある。ちょっと、あれに似てるんですよ。自分が体験した。見たことある。怖い。体験の中で。そうですね。まあ。 幽霊って言っちゃいますけど、ね、見た幽霊的なものなんですよね。なるほどね。うん、だやっぱりじゃあだそのスレンダーマンの話も、うん、そのただのこうフィクションとかっていうよりも、うん、その、うんうん、そうです。 ルックス的なものには何かやっぱりピンとくるものが子供たちの間でもたくさんあったというただの,その都市伝説とかっていう類のものではないぞという魔術、うんうん、を感じたんですよだから人々が作り出すものだなと思ってて魔術ってその有田もすごいよくそれをおっしゃってて。うんうんうん みんなが思えば思うほどそれが形作られて実現する、うん、すごい力それがインターネットによってより増幅されてるんだって話をなさってて「まさに!うん」ってったんですよね本当に。うんうん、これだと思って。うん でスレンダーマン見た時の恐怖たるやんもう、うん、うわーこれ俺20年間描いたやつとそっくりで嫌だと思いましたなるほどね,ほどね中細くてのっぺらぼうなんですよそうねでちょっとね気持ち悪いう、ね、そう、うん、ヌメッめっとしててその質感もねそ<う>確かにね<い>ヌメっとしてるっていう部分あるだからまあるのね 人の影響、はい、その魔術っていう意味でのね影響ってやっぱすごいあるんじゃないかなっていうねそうですよね、うん、どえらいことになってるんじゃないかなとんでもないことになってるでしょうというねいろんなその思いとかいろんなそのあれがねあのだまあそのまあこれはまああれですけどその トランプ大統領がその誕生したのがこれが魔術だっていう話がこうあってあれもねそうあのゲリー・ラクマンっていうね、うん、その魔術の専門家がいるんですよ。はい、で彼が「ダーク・スター・ライゼン」っていう本で提唱していた説ででもちょっとこの話ってその。うんうん 何かあるんじゃないっていうふうにそのトランプさんがその最初誕生する時 <laughs>、うん、トランプさんがなることはないだろうっていうのがトランプさんもすごくそのなんていうのあのまあえパワー、Part、of thinking big じゃないけど非常に自分はできるんだっていう思い込みをずっとトレーニングしてきた人でそうなんですよ。だからもう何でも これはこうっていうふうに決めたら不可能が可能になるっていう<ー>、まあ、自己暗示をかけ自己暗示なんですよ自己暗示の、まあ、トレーニングをずっと続、ね、けていた魔術師だったんです、ね、ある種そうなんですよ ですすすいいまま自分の名前を書いて書きまくって俺はなんとかだ俺はなんとかだ俺はトップになるって書いてあったら本当にトップになったりとかだから今で言ったら自己啓発とかっていう言い方をするんだろうけどでもこれって魔術だっていうふうにその。 えー、ゲリー・ラックマン氏はね、うん、こう言っていてだトランプさんもそういうその自己啓発にどっぷりのめり込んで、うん、でまあそこにこういろんな思いをね乗、うん、っけた人たちもいて、うん、ちょっといたずら的にそのカオスマジックを使ってそのペペのイラストをできるだけ多くの人に見せれば、うん、トランプさん あの大統領になるかもよっていうところからそのペペのイラストがばらまかれるわけですようん、うん、なるほどなるほど彼を当選させることは僕たちの成功でもある<う>となって暗示が強くそ,そ,でそれもまたその成功をさせようと本気で思ってた人っていうよりはちょっといたずら的にカオスマジック面白そうじゃんみたいな。 そのペペがこう広まれば広まるほどトランプさんがどんどん有利になっていくっていうさまじ面白かったねちょっとね本当なんじゃないって思いましたねでもだからそういうことってたくさん今後ネットでね出てくるような気がしますね身近で感じるんですよねそれを常にやっぱりツイッターをよく触らなきゃいけない仕事ですしネットもよく見なきゃいけないのでいや もう恐ろしいというのと <laughs> あと、うん、人間ってすごいなって思うんですよ。すさ、うんね、まじい力を持ってるなとか、うん、どこへ向かうんだろうっていうのは常にめちゃくちゃ興味がありますね。うんうん、人間自体に本当に、うんうん、テクノロジーとかもそうです。そうね、本当ねあの。 不思議はまあ耐えないという。そうなんですよ。だから僕不思議を厳選にして漫画に書いてるので、もうたくさん不思議をくれるので、もうあの飽きないんですよね。なるほどね。すごい楽しいです。いやあの今日は本当に長い時間ね。あそうなんですね。すいません。いや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 。ありがとうございます。またちょっとこれに懲りずねまたぜひね遊びにね来てほしいなと。はいですけどね。今日ビビってできなかった幽霊話とか。 <laughs> <laughs> ぜひそれちょっとねみんなもね知りたいと思う。そうですよね。うん、あのじゃあ次のために取ってきます。うんうん、<laughs> ぜひね。ありがとうございます。うん、はい一郎さん。あスーパーチャットとね川さんえー、若さんえー、コスタリカさんそして、えー、ウェッツウェッツマシンさんからいただいております。うん、すごい皆さんスーパーチャットありがとうございます。はい。はい いっしょなんかあの、漫画系のお知らせとか、あれば。そうだね。あ、まあ、あの、そんな大々的に宣伝することはないんですけど。はいはい。あの、18禁の同人誌書いてますので、よろしくお願いします。なるほど。これ、これ、これ、ラジオで言っていいのかしらって聞いたら、いいって言って。く全然、全然、全然大丈夫です。あ、もちろん。ですありがとうございます。まあ、あの、商業ももちろん、あの、やってるんですけども、最近ちょっと、そっちに傾倒してしまって。なるほど、なるほど。まあ、でも、ファンタジーとエロスは、勝利一体ということですね。 <laughs> すいません <laughs>。こんな終わり方。パンザに行けば、あ、行けば、はい、あのあります。西尾修紀で出てくると思います。わか、はい、りました。本当に面白い話、いろいろちょっとこれを機会にここからスタートということでまた、まあ、ありがとうございます。もうセミレギュラーに番組のになっていただければ。やったー <laughs> <laughs>、えー。西さんありがとうございました。どうもありがとうございました。今日は。 ラジオのさーって音あるじゃないですか。あれでゴーストと話せるんです。うん、I do black candle on you って言われたんです。おー。え、<noise> uh, Dave from Channel の森住ありです。え、uh,、今日はお客様をお招きしていますデザイナー兼スタイリストのアビさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのー、先日ちょっと友人の誕生日パーティーで、えー、ちょっといろいろお話をする機会を。 えてフィリピンの魔女事情ってめちゃめちゃ面白くてこれちょっとぜひ YouTube で話してよっていうお願いしてえ今日来ていただきましたよろしくお願いしますえっと阿炎さんはもともとフィリピンの方ではない私の母がフィリピン出身で,、うん、でお父さんは日本人で今、まあ、日本で 暮らされて学校はトロントとかに行ってたんだねカナダに、ねはい、留学してました、うん、でまあ今、えー、日本で生活をしているんだけどフィリピンには初めて行ったのは何がきっかかけでで行かれたんですかもともと衣装デザイナーで、うん、某アイドルグループがそのマニラに進出するっていうことででそのマニラの方での衣装責任者が が必要だっていうので,、うん、で英語も話せるっていうことで、うん、えとフィリピンの方に、うん、あの滞在しながらいるようになりましただから子どもの時お母様はフィリピンの方なんだけど別にフィリピンで育ったとかではないんだね。そうですね、うん、フィリピンはあまりその、うん、大人になるまではあまり行くことはなかったんですけど。うん カナダに留学中にフィリピンの友達がたくさんできて、うん、それでえっ、ー、とフィリピン語を覚えちゃ,えちゃったああなるほど、はい、じゃあフィリピン語も何て言うんだっけガタガログ語タガログ効果をもしゃべるしゃべれるようになってあすごいですね、はいうん、初めてフィリピン行かれた時はど,どうでしたそのまあ自分の大人になってからですかうん大人になってから自分のやっぱりある種血が流れている、うん うんえー、国だったわけじゃかいそうですね貧しい国、うん、だっていうのは分かってて、うん、うんいろいろ不便だろうなと思ってたんですけどうん、うん、日本とやっぱりその環境が全然違う、うんうん、なんですけど今フィリピンバブルで結構そのあんまり。 栄えてるところはもうめちゃめちゃゴージャスに栄えてて、うんうん、全然その日本の東京と変わらない場所もあれば綺麗、うんうん、なところもあってあんまりそのそこまで不便じゃなかったっていうのが初め行った時の感想、うん、なるほどねうんでそのフィリピンの,その魔女事情って僕全然知らなかったんだけどあのこれまあ アビから話を聞いてあのいろいろ調べてみたら結構すごいのねその魔女とかその、まあえー、フィリピンの,そのオカルティズム的な話を初めて聞いたのは何がきっっかかけだったんですか初め、うん、あの体調不良が続いてたんですよ。はい、でフィリピンに親戚がいておばが看病してくれたんですね。 病院に行っても原因不明だしただの風邪と言っても、うん、な薬飲んでも全然治らないし寝れないしとかだったんですよ。でそれでおばがずっと看病してくれてたんですけど「これって呪われてんじゃない?<う>」うん、って言われて。で「ああんか心当たりある?」って言われてそういえば親戚のおばと揉めたんですよ。うん 親戚のおばさんと揉めた。はい。そのおばと全然違う違うおばさんとおばと。私とその人揉めてとあることで揉めた時になんかなんか I'll do black candle on you って言われたんですよ。ああそのちょちょっとまあまあ軽く呪うぞみたいなことを言われたと。ブラックキャンドルって思って聞きな聞き流したんです。でそれでその出来事をその 看病してくれたおばさんに言ったら「うん、あああの人そういうのやってるよ」って言うんですよ。<laughs> そうそうのやってるよそう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 「うん、呪うことやってるよく」って言うんですよ。うんうん、えー、何それってなって、うん、なんかどうやらフィリピンでは呪うっていう文化がなんか一般っぽいんですよね。なんかこう、うんうん、おばのの会話の流れを 思い返しててみると、うん、呪われてんじゃん日本で風邪とか治んなかったら、うん、大丈夫って感じじゃないですか、うん、薬飲んで病院行ったらとかじゃないですか、うん、フィリピンってなんか結構なんか軽い感じなんですよ。うん、でそれで浄化した方がいいんじゃないのっていう話になってでなんかおばの知り合いで誰かいるって聞いたら、うん、なんかその白魔術の、うん。 その魔女だと怖いから、うん、白魔術白魔術っていうのはそのキリスト教系のカトリックの人たちがやっててその黒魔術とかでかかった人たちを助けるなんかところがあるみたいなんですね。でそこになんか連れてってあげるって言われたんで,、はい、でどんなとこかなって想像したら。 なんか本当車で10分ぐらいのところで <laughs> すぐそばでそうなんか白魔術センターみたいな、うん、なんか結構あるみたいなんですようん、うん、でなんかこのぐらいの布の看板にもう大きくホワイトマジックみたいな感じので電話番号みたいな書いてあってでなんか行ったらそのイエス・キリストとか聖母マリア像とかが置いてあってもなんか。 なななんんか怪しいいところでではなさそうだなっていうだだっって感じたんです、うん、私もカトリックなんで、うん、まあちょっと安心感はあって怖いとこじゃないんだろうなと思って、うん、でおば,おばあさんが出てきてでこうこうこうでなんかあったみたいだからおば,おばのなんか顔見知りの人みたいなんですよね、うん、で前そのおばの娘さんがその「そこでやってもらったことがある」って言ってたんですよ、うん、おばが。 でそれでそこに行ってじゃあまずその、まあ、なんか煙みたいなのってやられて、うん、で一緒にお祈りしてで今度はなんか液体みたいなのカシャ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 って出してきて「ほうほう何するんだろう?」って,って目に入れる」って言うんですよその液体を、うん、怖いねちょっとね怖いそれで「うん、おばさん怖いよ」って言ったら、うん 大丈夫うちの娘もやったからって言うんで、うん、あじゃあ大丈夫かと思って、うん、娘さんが失明してなければ、うん、じゃあ私も大丈夫かと思って、うん、でなんか入れ目に入れて、うん、ですごい痛くて、うん、目薬みたいにえー、っとなんかこうボタボタボタ目なんかこう目こうやって抑えられて、うん、こうボタ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 ってやられて、うん、で痛いんだ。 痛がっすっごい痛くて「痛い!」ってなったんですけどまあちょっとしたらなんか普通になってでなんか庭に生えてる薬草を体に巻きつけてこう7日間寝る前に取り替えてとか言ってやってねって言われたんで2,000ペソ払って2,000ペソ2,000ペソ払って4,000ぐらい払ってで帰ってってことをしたんですね。 れで面白いかったから友達に話したんですよその出来事をこういう経験をしたよとそうフィリピンの友達にめちゃめちゃ仲いい友達に相談したらああうちのルームメイトすごい売れっ子の芸能師だよって言い出して「えそうなの?」で、あの呼んできてあげるよ」みたいな連絡取ってくれてはい ゆきちゃんっていう人を連れてきてくれたんです、うん、初めしぶってたんですね、うん、でなぜならその私の友達がドゥルーっていうんですけど、うん、そのドゥルーのいとこも霊能師だったんです、うん、で私とその子が初め友達でで別にその私はちゃんとしたその子のクライアントじゃなかったんですけど、うん そのドゥルーのいとことユキちゃんが、えー、と先輩後輩の関係でユキ、うん、ちゃんの方が後輩なんですね。うん、魔女業界は結構先輩後輩のあれがなんかなるほど、ね、その先輩を差し置いて後輩が先にこう行くっていうのはどうなのかみたいな。なんかもうタブーみたいで、うん、人のクライアントを取るとか、うん、まあなんかそういうとき厳しいみたいで。うん、でそれがた 内緒でやったとしても、うん、彼らパワー持ってるからバレるんです、うんうん、みたいな,なるほど、ね、そうあって嫌だって言って言われて、うん、だけどちょっと今大変だから、うん、アビーが大変だから助けてあげてってドゥルーが、うん、でそれでじゃあ行くよってって来てくれて、うん、で私の滞在してるとこあの家に来てくれたんですよ、うん、それであのこういうわけでその 呪われてるおばさんから呪呪わわれれててるるかもしれないから何とかしてみたいな感じで言ったらそのホワイトマジックは聞かななかかったのんね分かんないんですよね聞いたかどうかも分からないしちょっとその友達に相談して友達の霊能者のゆきさんが来てくれたとゆきちゃんは白魔術じゃないけど白魔術ではないそう。 もうガチの魔女だよっていう話を聞いてたんですよ、うん、デゥルーからフィリピンにそのシキホール島っていう魔女の島があって、うん、でそこのそこガチでそこ出身の子なんでシキホール島出身の方なんだユキさんはね、はいうん、シキホール島ってすごく有名な、まあ、有名魔女の島として。 はいえー、有名で,で、まあ、結構昔はいわゆる黒魔術が非常に盛んだったんだけど、うん、最近は白魔術ですよっていうふうにネット上ではね言われているんだけどもともとそういうその黒魔術を、えー、行う、えー、ことで有名な島が、うん、すごい綺麗なな、ね、リゾート地ですよね。でもまあそういうい背景がある島出身の、はい 霊能者の方ゆきさん、うんはい、でもその子のもう家系がもうずっと魔術師、うん、それで生計を立ててた家系なんで、うん、ガチの、うん、もうユキ,ユキちゃんは生まれながらの魔女だっていうのは分かってたんですよ、うんうん、すごい子なんだなとは思ってて。うん ゆきちゃんはゲイだっていうのを聞いてたんですよ。うん、声も女で、うん、もう。見た目が綺麗で。うん、もう全然その。男性感なくて。なるほどね。男性なんだけど、うん、その女性。の格好をしている。はい。ええー、トランスベスタイ。はい。ですよね。はい、うん。うん あそうトランンスジェンダーの方これもまたそのフィリピンでもともといわゆるその魔女系っていうのは女性で,、うんうん、で男性の場合も女装をして、えー、そういうオカルティズムに、えー、関わるって昔からそうだっていうふうに読んだんだけどね。はあうん だからそういう文化がフィリピンの方はあるみたいですね。そのカルティズムにおいて、魔女の世界においてはね。で印象良かったんですよ。第一印象めちゃめちゃ良くて、で明るい人だったし、信頼ができそうだったんですよね。でそれで状況見てくれて、うんなんかなんか影があるねみたいなオーラがオーラにちょっと影があるねって言われて、でどうしようどうしようってなって。 じゃあそのまず誰がどういう黒魔術をかけてるかっていうのをは初め、うん、それを探ってみようって言うんですよ。うん、それでじゃまず卵を2つ買ってきてって言われて<お>でそれで近くにスーパーがあったんで、うん、まあワンパック買ってきて、うん、で卵を2つ渡して「なんで卵使うの?」って。 うん、聞いたら、その、リチュアル、うん、終わった後に、卵を割ると、血が滲んでるから。うん、その血で、分かるって言うんですよ。その血の形で分かる。うう儀式的なことをして、うんはい、えっと、その卵を割ったことによって、占うわけだね。で、あ、そうなんだ。でも、考えたら。うん 死んだって。あんま滲んでないじゃないですか？卵に、うんうん、たまーにあるけど、基本はないないじゃないですか。うんうん、だから大丈夫かなと思ってて、うん、まあでもすごい人らしいから、うん、信じてみようと思って、うん、で、それでリチュアル始まったんですよ。わ、うん、ーって始まって、うん、で最後終わったまあ、何分ぐらいだろう。5分10分ぐらいでお祈りして。うん なんかインセンスつけて、うん、パカッて割ったら本当に血が滲んでて黄身、うん、に、うん、でそれで何か何が見えるって言われたんですよ、うん、その時に女性の髪の長い鼻の高い横顔が見えたんですよ、うん、それアビが見えた私は見ええたた私はでそれがおばに見えたんですよおお 見えた人がそううだよよ、って言んですその本人が心当たりある人かなと思って見て違う場合はちゃんとわかるらしいんですよあっ違ったその通りだみたいななって怖ってなったんですけど本当に見えたんでで卵もう一個あったじゃないですかじゃもう一回やってみようってなんか「just to make sure」みたいな もう一回言ったんですよ、うん、で今度はゆきちゃんが、うんその「今度はイニシャルでちょうだい」って言い出して、うんうん、でまたパカッて言われたらちゃんと血が滲んでて「うん、M」これは本当にアビさんが見たんだよねその卵の中で、はいえと「おばさんの顔に似た」。 感じに血が滲んでるのと、うんえー、字が M っていう,ふうに出ていたっていうのをね。はいうん、これそれ見たときど,どう感じました？この人マジだみたいな。<laughs> そうだよね。うん、それはそのマショロユキさん信じるよね。そうなんか自分が呪われてると、うん、その事実とかどうでもいいんだけど、うん、この人すげーみたいな感じで。 その先はって話ななるじゃないですか。うん、誰が呪ってるかわかりました、うんうん、じゃあどうするのって言ったら今度はゆきちゃんが浄化してあげるよっていうので浄化をしてくれたんですよ、うん、その時にゆきちゃんに説明を受けたのは、うん、私が誰から魔術を受けてるか分かった場合、うん 呪いい返しってあるみたいんですね。うん、その呪いが向こうになるほど、ね、帰るよなるほどね。その呪った側が誰かっていうのがバレた時には、うん、その呪いをかけた人に、うんえー、その呪いを返すっていうことがあると。代行で魔女に頼んで呪ってもらった場合、うん、その魔女がのパワーが強かった場合。うん わからない場合もあるんですって誰がやったから、うん、ユちゃんは、うん、だいたいわかるって言うんですよ。うんうん、で、これがちょっと面白いんですけど魔女は自分に帰ってくることを避けたいわけじゃないですかはい、はい、だから人を呪うときにクライアントに帰るようにっていう設定ができる<う>自分じゃなくて クライアントは誰その例えばその魔女じゃない別の人に帰る転送されるように、うん、その設定ができるわけだ呪う側もね毎回仕事でやってたら自分に帰ってきてたら、うん、一体目ばっかりあっちゃうじゃないですか、うん、なるほどねその魔女に、えー、それをお願いした人に対して帰るようにとかっていうふうにあの転送することができるっていうことだ なる,ほどなるほどね、はいうん、でおばあさんはど,どうなったのそれでいやしもうんだろう距離を置いてます何が起こったかは分からない分からないです、うんうん、やっぱそのすごいその一般的に魔女的なものっていうのはフィリピンでは信じられているはいうん。でまあそのフィリピン90ウィキペディアによると93%が キリスト教徒ほとんどの人たちはキリスト教徒なんだけどこれはまあハイチとかに似ていて、うん、いわゆるその16世紀にねそのスペインが、えー、フィリピンにそのキリスト教徒を持ってきてでそのキリスト教徒とも,ともともとそのフィリピンにあった土着の信仰がこう一緒になってある種そういうそのオカルティズム的なそのもともとそのフィリピンに。 あったものがいまだにその進行されてるっていうことなんでしょうね。うん、うん、なるほどね。そのゆきさんとは、はい、今はどうどうなの？<laughs> 今はどうなのって感じで、まあそういうのできっかけで仲良くなって、うん、でもい,いつも一緒に行動するようにもなって、うん、っパンデミックの時に、うん。 フィリピンがロックダウンになったんですよ3月ぐらいに目動き取れなくなっちゃったな,なるほどなるほどなるほどねアビさんがフィリピンでもう動けなくなってしまって出国もできなくなってしまったで仕事もできなくなっちゃってうん、うん、大変だったねそれはねコンサートとか、うん、撮影イベント系うん、うん、全部吹っ飛んじゃってなおかつフィリピンのデュテルテ大統領が、はい、フィリピンで一番大きな、うん テレビ局を潰しちゃったんですよはい、はい、で私のクライアントたち芸能人たちは、うん、みんなそこに働いてたので、うん、それもなくなくっっちゃってすごいアビさんにとっては仕事の痛手がこのパンデミック、はい、すごくあったとでもダブルで、うん、コロナとそのテレビ局のやつのダブルで、うん、ちょっとうまくいかなくなっちゃって、うん 自分でやってた縫製工場をクローズしちゃったんですねそれでゆき <coughs> ちゃんに、うん、その話したんですよはいはいそのことを魔女にうん相談したはい家も近かった、うん、よく遊びに行ってた前からゆきちゃんにタロット占いを教えてあげるよって言われてたんですよはい、はい、多分ポテンシャルあると思うし、うん できると思うから私の弟子になりなよって言われてたんですよ実はゆきちゃんにそれである明暗が思いついて日本のアプリで占いサイトがあったんです。そこに登録をすると日本でクライアントを受けて占いの相談ができるっていうものだったんですねでこういうのあるよっていうのをゆきちゃんに見して いいじゃんやろうよってことになって、うん、で早速やることになって、うん、でチャット形式だったんですけど、うん、相談者から依頼がある時は「うん、ゆきちゃん」って急いで行って、うん、でゆきちゃんにあの手伝ってもらいながら、うん、あのそ相談者の,その言ってることゆきちゃんに通訳しながらやり取りをしたっていう登録したのはアビさんだ登録してはいでえー、っと相談を受けてそれを 魔女のユキさんに通訳して、はい、これどうどうっていうのを受けて、はい、で、返してたて返してたなるほど、はい、ど,うどうでしたあの、うん、評判というか評判は問題なく、うん、悪い評判もなくて、うん、ただ チャットだから、うん、顔見てないから「はいはい、ゆきちゃん大丈夫かな?」っていうのはあったんですけど全然問題なくスラスラとららなんかこう,あのあこういう仕事してる子じゃないみたいな。うん、なでそれを「こういう仕事してますよね」って返すと「うんうん、そうです」みたいな。なるほどっていうやり取りもあったりして本当にそういうパワー持ってる人たち、うん っているんだなって、うん、あって、うん、私じゃちょっと到底無理だとは思ってたんですけど、うんうん、その敷彫る島は行ったこと私はないです、うん、はい。ここ興味深いよねフィリピンでは有名なんですかめちゃめちゃ有名です、うん、ただ素人があまり行くべき場所ではないとは言われてますうん、素人がうん、一般の人がな、うん、誰も知らず誰もその 知り合いもなく行く行っていいいうのはあまりがその魔術使える人がうじゃうじゃいて、うん、その人の気まぐれでこう、うん、パッてなんかやられたりとかする時もあるって、うんうん、ちょっと怖いからそのいわゆるなんか呪いとかってどれぐらいポピュラーなものなのフィリピンで不運な交通事故があったとするじゃないですか、うんうん 車同士の衝突事故とかなんかあった時に日本だったら保険屋呼んであーってやるんですけどフィリピンは何かそれを友達に話すと「呪われてるんじゃない?」「相談しに行った方がいいよ」みたいな感じなのがまず初めに来る。なるほどね。その シャマニズムがやっぱり盛んなところってある種のゼロサムゲームというか、うん、その何か悪いことがあるとこれはこう呪いとかなのではないかって、うん、病気とかもこれは呪いなのではないかとかっていうね、はい、そういうふうにその,あの考える文化っていうのがね、うん、あの結構多いですよね。なんかそうですねままだまだ、うんうん そういう文化が残ってるっていう感じで都心で残ってるから田舎はもっとあると思うんですね。どう思いますこの呪いとかっていうのはどう,どういうことだと思いますか <laughs> もうフィリピンの文化としててて受け入れちゃってて、うんうん あんまクレイジーななものだなとはもうそういう感覚はなくてうん、うん、まああるだろうなっていうぐらいうん、うん、本んにそういうそのオカルティズム的なパワーっていうのはあるんではないかっていうふうに阿炎さんは考えてるっていう、はい、そうですねうん、うん、ありえるような気がうん、うん、これなんかその前この番組でねその、えー、ブルース・グリンダルっていう あの人類学者がいて彼がその60年代にガーナを訪れててでガーナでお葬式に行ったのよでそのお葬式で遺体が踊るのを目撃したと、はい、<laughs> すごいめちゃくちゃな話でしょでもそこの文化ではそれがこう当然のことらしくでこの,この人類学者のすごいところはそれをその 論文として出してて出るの、80年代に実際にちゃんとしたジャーナルに、えー、この話をその、えー、1983年かなあの論文で発表しててアカデミアの世界でもそのブルース・グリンダルが経験したその、えー、遺体が踊るっていうこれは一体何なんだも,もちろん多くの人はそのブルース・グリンダルがなんかそのハルシネジンあン 幻覚剤なんかを盛られて、うん、一つのこう幻覚だったのではないかっていうふうにこう考えるのが普通なんだけど人類学者だから全部細かくメモを取っていてその日の出来事っていうのを何かそういうものを盛られた形跡はないし、うん、本人は確かに見たっていうふうにこう語っていて、うんまあ、僕が知ってる限りではそのアカデミアの世界ではっきりそういうのがジャーナルで出版されたの まあこの話しかないんだけどでもいろんなその人類学者がいろんなその文化に行った時にやっぱりありえないようなことが起こるとだからそこの地域の人たちがみんなこれはあるんだっていうふうに信じていると、うん、なぜか本当にその物理的にありえないようなことが起こるっていうのはなんかあるのかなって っていうふうには僕もねちょっと思いますね。だからやっぱそのフィリピンでその呪いっていうものがこうあると、はいうん、多くの人たちはこう信じているわけだよね。はい、そうすると本当にそういう効果っていうのは出るのかなっていうね。政治家とかはどうなの？フィリピンの、うん、政治は、うん、その未だに荒れてたりするじゃないですか。はいはい、例えば大統領選挙とかになると。うんうん 何とか党と何とか党が対立してて分かれててみたいなでこの大統領選の間赤切るな青切るなとかあるんですよ間違えて攻撃されちゃうから一般人がでそれぐらい気をつけなきゃいけないっていうデリケートな時期があるんですねでそれぐらいこう対立してる中でやっぱり そう,そういう権力者たち、うん、ポリティシャンたちもそのパワーのある魔女たちを、うん、その魔女っていうか霊能師たちをやっぱ雇ってたりはす、うんうん、るっていう話はある、はいうん、そうだよね顧問<文>、うん、霊能師みたいな、うん、古文霊能師みたいなそうそう、うん、弁護士じゃない、うんうんうん、なるほどね そうで例えば裁判沙汰とかあった時もいわば企業の社長さんとかっていうのあるじゃないですかうん、うん、弁護士にお金かけないで、うん、霊能師にお金かける、うん、なるほどねじゃあ阿美さんは心強いねそのゆきさんっていう霊能師が、うん、それよく疑われるんですよ友達に呪ってないってなんかそのね <laughs> そうフィリピンの、うん では魔術は浸透はしてるんですけど一種のタブーでもあるんですよキリスト教だから魔女だとアゲンスト宗教みたいなイメージを持っている人たちもいるんでまず魔女とは友達になっっちちゃダメていいう人たるんですよやっぱり仲いい時はいいけど仲悪くなった時は怖いから。 そういう業界の人たちたちだと付き合わない方がいいよって普通の人はそういう感覚はあるんですよね、うん、だから内緒で付き合うって人はたくさんいます、うん、なるほどねなるほど怖がられちゃう。うん、で私とゆきちゃんは一切そういうなんか「この人呪って」とかそういうのはないんで。うんうん、逆にその 私の親戚にそういうなんか呪ってくるおばがいるからユキ、うん、ちゃんに、うん、<laughs> 守ってもらうっていうことはしてもらってるけど、うんうん、フィリピンは、うん、魔女はカジノに入れないない、はい、当てちゃうからすごいねそれね <laughs> リチュアル使って一緒にそれどうやってわかるのあこ,この人魔女だってなカメラに映るみたい カメラに、うん、なんかこうスロット台があったとしてなんかこうやってやるんですよに、うん、ゆきちゃんがうんあってなんかまじない的なことをするな,なんか話しかけたりとかしてなるほどなるほどそれは怪しまれるね,そ,るねそうそう,そうなるほど、ね、で出禁になったりしちゃうらしいんですけどなるほどねそれはすごいねそれじゃあネットカジノだったらいけるんじゃない まだそこまではやったことないんですけど一回面白かったのがゆきちゃんは風水的な相談もできるから空き店舗とかを見てあげることもできるんですよ。っていうのをできるんですね。でゆきちゃんの友達が仲のいい友達が。 ずっとこう自分飲食店をやる店舗を探してて安くて高リッチ見つけたんですよめちゃめちゃ安いでこんなしかも綺麗なのになんでで不動産屋さんに聞いたら大家さんに聞いたら「ハンテハンテんて」なんですってなんかついてるよと。ででそれ何も ギブアップしちゃうぐらい、うん、で私はその店舗に実際には行ってないんですよ、うん、だけどゆきちゃんはそういうそのオファーがあったから行ってくるねって言ったの、うん、で帰ってきたからどうだったって聞いたらいや本当にいたって言うんですよ、うん、普通に普通にもうバタンってドア勝手に閉まったりとか、うん、ポルタガイスト現象的てそうそうそうで起きて、うん 時のゆきちゃんは冷静で「うん、はいいたずらしないで」とか言うのバ、うん、タンとか言って「うん、ああスターペーとかうん、うん、なんかわって言うんですよ。うん、でゆきちゃんはそのラジオの「さあ」って音あるじゃないですかあれでゴーストと話せるんですよ。ほ<う>なんか「さあ」っていう音に、うん。 なんかユキちゃんがずっと話しかけるんですよ、うん、お祈りしながら、うん、でそうするとタガログ語で「うん,なんかうるせえ構うな」とか言ってんですよ、うんうん、聞こえるのちゃんとそれをユキちゃんの家でやってて見せてくれたんですやってみてくれたそうそう,うん、うん、やってみてくれて、うん、なんか「ちょっと聞こえる私の声聞こえる?」とか言って、うん 誰だお前かまうなとか言ってるんですよずっとザーって言ってる向こうで。中でタガログ語でそれが聞こえる。そう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 。ヘイヘイヘイみたいな。I don't like that みたいな。もっとちゃんとあのちゃんと対応してよみたいなふうにユキちゃんが言ってるんですよ。うんうん、だから私はユキちゃんがゴーストと話せるっていうふうに思ってるんですね。うんうん、分かってるんです。 物件見に行ったじゃないでですか、うん、で帰ってきてどうだったって聞いたら「うん普通にいた」って言うんですね。うん、だけど問題ないって言うんですよ。うん、ちゃんとできそうって言うんですよ。うんうん、でちゃんと契約もするみたい、うん、でゆきちゃんは契約し,してそこの顧問浄化する人みたいな、うん、なんかになれたよって言うんですよ。うん、え何、ー、でどういう風になったのって聞いたら「ゴーストと交渉した」って言うんですよ。ほう 何のの交渉したのって言ったらどうやらそのゴーストたちはまあそのゴーストなのか分かんないですけどゴーストがまだこの世に未練がめちゃめちゃある人で本当はすごく優しくて人助けが大好きな人なのに急死何かの理由で休止してしまった例だったっていうんですよで。 稼いだ売り上げをその人の名前でフルネームで協会に寄付するっていうそうすることであなたのカルマをいいカルマにしてあげるっていう契約をしたらしいんですよ、うん、その代わりこのビジネスをやる際に邪魔しないでねっていう交渉して、うん、でその幽霊は OK したみたいな,なるほど、ね、すごい話だねそれね あげてあげれば、うん、まあその魂がいいところに行けるじゃないっていう契約みたいで、うんうん、なるほどねすごいねそれもねのっていう、うん、死後の世界もそうでやっぱりお金関係あんのかなはい、ね、お金あのねその人の名前で寄付するっていうそう寄付をすることで、うん まあ貧しい人に渡ったりとかそれ、うん、そ,のそ,そのお金がいいことに回ることでそのゴーストにあのいい気が変えるみたいな、うんうん、なるほどでちゃんとフルネームも聞いてきた,たな,なるほどアビさんはユキさんと今でも連絡は取り合ってる、はい、あもう全然家族のような感じであの占いサイトはもうやってないの やってないです。ゆきちゃんとやっぱあのちょっと難しくてそのゆきちゃんって一日に八時間ぐらいメディテーションするんですよ。なるほど瞑想するんだね。そう。で連絡取れない。連絡取れないから。一日八時間って結構もうずっと瞑想しているような状態起きてるそうみたいですね。時間は関係ないみたいなんですけど。 すごいね、ちょっとそのユキさん会ってみたいな,なんか、はいね、ぜひぜひ <laughs> <laughs> 本当のその魔女でもまあすごいあのフィリピンがそういうその魔女文化があるっていうので、ねうん、すごい興味深かったので、はい、シキホル島をいつか行ってみたいですねはい。ねね ありがとうございましたありがとうございました ということで、えーうん、月に一回、えー、今日はですね、ヤバイ帝国のスミユキコさんに来ていただきました。スミズトゥーよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかこの間は、イチローのせいで、全然違う日言われて。イチローさんのせいじゃないでな違うお,おじさんがなんか DJ やってて、っていう状態だったんですよね。はい、ジ,ョジョーという人 <laughs> ジョーという人がね。<laughs> でもなんか、あのジョーさんすごい落ち着いてて。はい。 いい感じであの見させていただきました。あ、そうですよね。何、うんうん、でしたっけ、歩く下ネタじゃなくてなんかそ下心だ歩く下心みたいなって言ってました、ね。<laughs> 歩く下ネタ。下心でした。あそうね、<laughs> あのっていう風うにね言われることが多いんです。はい、えー。今日もよろしくお願いします。 でもなんかその,その時に本来はちゃんと話そうと思ってたんですけどジョーさんにあのラ,ンドランド研究所というアメリカのシンクタンクで、はい、まあ長年アメリカの主要な戦争における軍事作戦のようなものを。 主導していたシンクタンクがあるんですけれども、うん、それがもう数年前にロシアの後ろウクライナ侵攻を予測していたっていうことで、はい、えと再び話題になっていたのですが、うん、そのランド研究所からえドイツを弱体化させるためのレポートっていうものがリークされまして、うんうん、えそれが一部のメディアで非常に話題になっていたんですよ。 えーともちろんそのロシアのウクライナ侵攻に関わってくるんですがえ米国を強化するためにドイツを弱化 弱体化させるヨーロッパ破壊計画というようなレポートだったんですね。うん、すごいよねその話、はい、そのジョーさんの会の時も聞いたけど、はい、ちょっとびっくりするようなね。そうなんですよね。うん、でも、うんえー、昨日ドイツとロシアの天然ガスパイプラインが爆発した、うん、あのガス漏れしたじゃないですか。何かしらのサボタージュがあったっていうね。はい、あまさにこのここで、えー、と予言されていたようなことが起き始めているなっていう。 印象なんですが、うん、もう早速アメリカの方ではこのリークされた文書は、うんえー、フェイクだということで、うんえー、主要メディアは記事を出しているんですが、うんまあ、起きていることを見ると、うんまあ、書かれていることと非常に一致しているので、まあ、どこまでが本当かはわからないなっていう感じですね、はいまあ。本当ににその戦争状態になっちゃうと、はい もう本当にどのメディアを信用していいのかっていうのはまあ歴史的に見ると全くどこも信用なならいいぞう歴史はありますよねもちろんこのリークされた文書は最初はロシアで出回ったものですのででも書かれている内容はまあさもありなんというか非常にリアルなものだったということなので今後どうなっていくのかなっていう。 だからまあ、そのロシアのフェイクインフォメーションだっていう、はいえー、考え方もできるしできますねえっと西洋メディアが、はい、えっとこれをこう、まあ、偽物だというふうに。 プロパガンダ的に言っているっていうふうにも考えられるしどっちかはわからないですねどうとるかっていうところですよね仮にロシアのフェイクニュースフェイクレポートだったとしてもまあおそらくアメリカのこのランド研究所はこんなことを考えているだろうという予測に基づいたものかもしれないしそうかもしれないしねその情報自体はフェイクでも実態としては本当に基づいているかもしれない知れないっていうもう本当にどれが本当かわかんないんですけど このままこのレポートがもし本当だったとするんであればドイツはさらに追い込まれる状況に至るだろうっていう見立てですよね、うん、そしてさらに、えー、と緑の党が躍進して、うんえー、戦争に向かうんじゃないかっていうあの流れなので今後どうなっていくのかちょっと目が離せませまん、うんうん、いや本当わかんないねどうなんでしょうね。うん ちょっと話は全然変わるんですけど10月14日に岡室さんという都市伝説をもとにした映画が公開されるんですよ。 でそこに私も自分役で出演しておりまして住友子役ででそうなんです非常に怖い首刈り映画なんですけれどもおうおう実はこの映画が誕生するかきっかけとなったのが、うん、あの私とあと,、えー、とこの「デイブフロム・チャンネル」にも、うん、チャンネルじゃないラジオにも出演された、うんえー、バンドアパートの、はいえー、原さん。はい 原和さんと村田ムさんと松原谷さんと4人で何度もイベントやってたんですねそこで原さんが話してくれた都市伝説がめちゃくちゃ面白かったのでんか都市伝説ネタに映画作りたいんだけどって話が来た時にそういえば原さんあんな面白いの言ってたなと思って提案したらそれがそのまま映画になっちゃったっていですねすごいんですよでそれがその都市伝説の名前が岡室さんというものなんです岡室さんはい どんな話なんですかえっと、えー、原さんが言うには、うん、原岡室さんもうね今岡室さんって名前聞いちゃったじゃないですか聞いちゃいましたよすみさんが言うんだう <laughs> <laughs> しっかりもう何度も聞きました岡室さん、うん、もうダメなんですよもうダメもうダメ 聞いちゃいけない系この「岡室さん」っていう名前を聞いてしまったら、うん、その日に岡室さんがドアをノックして家にやってきてその時に呪文を唱えないと、うん、どこかに連れてってしま,しまわれたりあと首を切られたりするっていう悲惨な目に遭うんですよ。これ,これもうじゃあ ラジオで言っちゃダメじゃないですか。そう、まあ <laughs> でもだから呪文があるんで回避できる、回避できる。<laughs> それで呪文聞いとかないとこれね。はい。そのこないだもちょっとその一郎とそういうその呪い系の話をしたんだけど、はい、やっぱりその潜在意識ってものすごい力あるじゃないですか。はい、そういうのこうも聞いただけで、はい、やっぱなんか起きてしまう可能性って、はいね、結構あると思うんだよね。うん、で、でだからそのその。 話が、うん、えと原さんが小幼少期の頃に非常に話題になったんですって、うん、学校で。うんうん、で「もうやばい名前あるんだけど聞いちゃう?」って言われて、うん、で聞いちゃったと、うん、そしたら実際にあの岡室さんが原さんの家にも。 やってきてき <laughs> ドアノックしたって言ったかなあの本人から聞いた方が面白いからちょっとはしょりますけど、うん、とにかく岡室さんらしきものがやってきて、えー、と呪文を唱えて、うん、あのいなくなったんだけどよくよく玄関あの本当にいなくなったかなと思って玄関の方まで行ったら、うん、なぜか知らないけど靴に、うん、自分の靴にすり切りいっぱい水が入ってたっていうちょっとした嫌がらせが。あの 最後に残っていたっていう話なんですけど、これ原さんが話すともっと面白いんで、ごめんなさいね。え、その岡村さんはどんな顔してるんですか。はい、この、まあ、今日もしこれをね、聞いてる人たちが会うとしたら、これ岡村さんかなって、こう、分かるためには。はい、はい、あのー。いろんなパターンがあるんですけど、影で見えるとか。岡村さんのルーツを調べたところ、うん、唯一あったのが、この、えー。マイバースで編集部。 が編集した私の周りの怪奇現象千っていう本があるんですけど、<う>これ1990年に初版発行されておりまして、うん、そこに侵入者岡室っていうのがこれが多分、えー、初初にそのまあ、はい、本に載った,たじゃないかと、はいこんなカムロのようなあの傘をかぶった男なんですよね。なるほど、はい、今ちょうどね僕がね全然見えま <laughs> <laughs> はい。 あ、この傘をかぶった、はい。この人、そうなんです。うんあ、そっちの方がよく見えますね。なるほど。で、なんかそれを読むとですね、うん、あの最初に。 都市伝説とし,して紹介されたのは傘をかぶり黒い着物を着た人が夜中にトン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 と2回ずつ窓や壁や入り口の戸を叩くのですこの人が岡室でノックを無視すると窓や塔をこじ開けて入ってきますそしてその姿を <怖い S 1> 見た人は死ぬそうです <laughs>、えー、これを見る人はまれなのですがもしあなたの前に現れたら呪文ですね岡室岡室と 唱えなけければいけません、えー、そうするとどこかへ消えてしまいまいいすすという話なんですこの岡室さんにバ、はい、ンズアパートの原さんは会、はい、ってるあっ,たあったというか影のようなものが <laughs>、うん、その襖というか、えー、とガラス扉の向こうに見えたみたいな話をしてたような気がします。うんうん、で、えー、とそ,れをその話をイベントで聞いた、うん、私もその日に、うん、岡室が来たんですよ。 岡村が来た呼び捨てになる、はい、<laughs> 岡村さんが来た多分来たなんかノックのような音がして、うん、え岡村さんかなと思ったら <laughs> あの全然違うんですよ姿は見えなかったんですけど、うん、耳の。 横で、うん、あのグロッケンののようなものう激しく叩く音が聞こえて激しくグロッケンを叩く音 <laughs> そうなんですそうなんですいやなんか変化球の岡室さんが来たなと思って「岡室岡室岡室」岡室岡室岡室って3回唱えたら、うん、消えたんですよ。だあさやっぱさこういう話を聞くとさ、はい、なんかあるんだよそ,そうなんですよ本当に三回 唱えてくださいねあの、うん、今日聞いた人はで、えっと、失敗した人の話も聞いてて岡村岡村岡村お失敗失敗した人岡村岡村とか言っちゃったまさにそうなんです <laughs> あのあの私が何でしたっけあのコミュニケーションえ,えっと声で、うん、あのみんなでつながれるアプリ昔流行ったじゃないですか声でみんなでつながれる、えっと、会話できるはい アプリみたいなのクラブハウスがはやってた時に「都市伝説コーナー」で岡室さんの話してたんですようん、うん、そしたらあのそのイベントに来てくれた方が聞いて,てくれてて、うん、入ってて挙手してくれて、うん、であのイベントを聞いたイベントに行ったその日に岡室さんがやっぱりやってきて。うん でも名前忘れちゃってて岡村岡村岡村っててて岡岡岡村村村言っても言っても去ってくれないから言い続けたんだけど、うん、気づいたら自分の体が、うん、あの天井の方まで持ってかれて<ー>その天井でぐる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 回転させられたっていう話を聞きましてそれが朝まで続いたらしいです、うん、あの生き残ったらしいんですけど。いやだからさこれその <laughs> まあ、そのにわかにはね信じがたいっていう人多いと思うんだけど、はい、その天井に連れてかれるなんてことはないじゃないかっていうふうにねこう感じる方は多いと思うんだけど、うん、本当に意識って不思議だから幽体リ脱ダって本当にこうあるし。ありますよね。 だからね、その岡室さんがこう登場しちゃうっていうこと、これ信じていなくてもね。はい、この話を聞いてしまって。はい、それがその潜在意識にこう働きかけて。うん、十分。あり得るよね。あり得ますね。うん、でも今、今幽体離脱っておっしゃったじゃないですか。うんうん、どうやら、その天井に連れて行かれたのは肉体ごとらしいんですよ。ね、うん <laughs>、なんか。あの意識だけじゃなくて。じゃなくて。うん、で、それで、お。 人なんかが目撃してそれでまたぶったまげたっていうなんかオチみたいなのがついててすごいね <laughs> すごいんですよ。そのご主人がはい あその奥さんがぐるぐる回ってて目撃しているっていう今コメントで「うんはい、ウーバー頼んじゃったじゃねえかよ」ってウーバー怖いねい怖いウーバー怖いね,ウー,ー怖いねウーバーの、ね、配達員の方があの格好だったらね「岡村岡村岡村。ええー、そんなことあるんだでもねその、うん だから名前を聞いただけで岡室さんがやってくるっていう話はここには書いていないんですよ。うん そしたら隣の都市伝説を見たらこれと混ざって話が伝わってたんですよね、うん、隣にえっと老女かこりっていう都市伝説があるんですけど老女かこり <laughs> その本面白いね面白いですよね <laughs>、うん、これは広島にかこりという名のおばあさんがいて、うん、その人は戦争で亡くなったそうなのですが亡くなる前はよく家の扉の修理をしていたそうです で、えっと、この「リという名前を口に出すと3日以内に自分の家や他の場所で戸やドアを開けた時モンペ姿らしき人が立っているのを見るそうですモンペのさんが <laughs> だから多分そう「リ、うん、と「岡室」が混ざって原さんは聞いてたんでしょうね、うん、と思ってそのまあその都市伝説どんどん変異していくじゃないですか。 もともとは違う話でも、はい、でも効果あるわけですよ「岡室岡室岡室」岡室岡室って言うと、ね、そ,うそういうことになってるんですや。で映画はまた設定がちょっと違くて「うん、岡室」って検索したら死ぬっていう内容に現代風にアレンジされていてなるほどこれがまた面白いんで。なるほど。はい、なんかなんだっけなあのアメリカで流行ったもので、はい、その。 えっと検索すると呪われるみたいな。はい。で、言葉ですか。でね、なんだっけ、ソリーなんだっけ。えっとモリーじゃなくて、ソリー、ソリジェニーみたいな感じでしたよね。ジョニーみたいな。なんかそのまあ人形があって、でそれをこうあの見ちゃうと、えっと謝らないと、ついとして謝らないと呪われるっていう都市伝説が。 ツイートでハッシュタグで「ソーリーなんとか」っていうふうにこう入れないと呪われるっていうのが結構はやってその話をねあのオカルトインボーコーナーでやってじゃないと不幸が訪れるっていうことだったんだけどそれあデーブとイチローにしたら、はい、まあ本当にその日のうちにあの残念なお知らせがね残念なお知らせだったりかあのなんかね、まあ、仕事の関係でなんか。はい それぞれに嫌なニュースが起きたり<いや> <laughs> リアルあと別件で、はいあのー、これもラジオなんですけどちょっと怒られて報告書を書く羽目になったりとかうわ <laughs> そうだよしさんが言ってロバートーロバートソーリーロバート」あなんか聞いたことあるかも、うんうん、ちょっとちょっと前の話ですけどねえそれで結果 的には、ハッシュタグつけて、つぶやいたんですか。はい、謝りました。もうデイブさんと二人で、ありのせいだーって。<laughs> <laughs> え、それ、人形見たらっていうことなんですか。えっとね、なんだっけな、僕もね、忘れちゃったんだけど、ーリバードールで出てきますね。うん、そう、人形を、の写真を。ツイートしたりとかすると、だっけな、あのウィキペディアも。 ありますね。えー、っと、えー、ロバート人形でもちょっとやっぱり気持ち悪いですね。そうだね。うんなんかえー、っと。うん、見るからに何かありそうな感じなので。<laughs> ありそうですね。うん、ええー。なんかそのまあウィキペディアにはなんかいろいろ書いてあるけど。はい。写真を撮る前に許可を求めなかったって。そう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 。 写真を撮る時にもともとは,あ、そのはそのこの博物館にあるこのロバート君の人形に許可を得ずに写真を、えー、と撮ると呪われるっていう話で,、はあ、でこの博物館にはそのそれがその変異してって Twitter、うん、とかソーシャルメディア上で、うん えっと、彼のこう写真を見たら、はい、見てしまったら「はいえっと、ソリロバート」っていうふうに「#」を入れないと呪われるっていう都市伝説が生まれたんです、はいえー、じゃあ今まあ二重になってるこう都市伝説なんだけど。ニューヨーク・ポストで今私写真見てたんですけど政府ってことですよね SNS じゃないし。 いやまあだめだと思いますよ見た時点で検索して見たら謝んないといけないっていうマジですかっと一郎さん画像出してくださいねいろんな人道連れにすれば自分の項が薄くなるんじゃないかなのこれ前使ったアリさんが使った URL を今コメントのとこに貼ってあるのでぜひ皆さん見てください絶対に失礼を許さない。 えー「人形」っていうタイトルで公開してるデイブ・フロム・チャンネルのアリさんが喋ってるやつがあるんで,でまあ皆さん、うん、謝ってもらえれば「ソーリー・ロバート」っていうふうにこう書けば大丈夫だということなんですけどねもともとは何の呪いがあったんですかねこれねもでも「ホーンテッド・ドール」って書いてありますもんねそうなんだよねえっとねもともとまあ何だっけな うんとあ超自然的な能力がこの人形自体にあって、うん、表情を変えたり、うん、クスクス笑ったりすることがある、うんうん、ブードゥー教も絡んでいるっぽいですねどうやら。いるんじゃないかみたいな、うん、ただまあ確かにちょっと不思議な。 人形だよねその見るとねそのセーラー服でね、はい、あんまりなんか嫌なこと言うとうも呪われそうだから <laughs> <laughs> 変な変な人形だよねとか言ったらでもねこういうそのなんかどんどん変異していく都市伝説っていうかね、はい、その、えー、岡,岡室さんの話じゃないけど、はいろいろあって面白いですよね面白いですね。うん 特にこの本、うん、あの子供向けですけど、うん、怪奇現象1000ですよ。1000個載ってるんですよ。<laughs> すごい量なんですよ。うん、なんかそのうちの一つには、ちょっとじゃんけんしてみていいですかうん。じゃんけん。ほ<う>、はい。 ああダメですね。えー、負け今チョキ出したじゃないですか。じゃんけんをするとき、は <laughs>、うん、めにチョキを出す人は例に狙われやすい。なんだよそれ。<laughs> えー、スミちゃんははめにグー出す人はどうなの？いやもうチョ,チョキを出す人がピンポイントなの。なピンポイントでまさかチョキを出してくれるとは思わなかったんで。<laughs> びっくりですねこれはもうロバートにはやられるわ <laughs> 岡室さんにはやられるわ初期、ねうん、で例はつくわっていう、うん、あとはなんかその元ネタというか科学的な根拠がありそうだなと思ったのは、うん、キノコが生えているのを見たらその周りをチェックキノコの周りを円を描くように、えー、フェアリーが飛んでいるいでもこのお話はなんかね昔から 聞きますよね。その。あ、そうですか。日本以外でも。うん、あの、フェイリーリングっていう、こう、はい、まあ、そのヨーロッパとかあると。で、キノコって、こう、丸く。はい。生えたりするじゃない。はいはい、あれって、その、その中を、えー、妖精たちが踊っていた。あ、そういうことなんです、ね。っていうふな、あの。昔のね、そのヨーロッパの言い伝えはありますよね。あ、うん、そういうことか。うんうん、いや、なんか、普通に、私、幻覚キノコ。うん,うん、うん。 のあの流れから来た都市伝説なのかなと思ったんですけど、それも多分含まれてはいますよ、ね、含まれてると思うけど、でもキノコってあの丸くこう生えるんですよね。よねうん、あれってなんだっていうので、いやそこは妖精が踊ってた場所なんだよって踊った後にそういうキノコが生えるんだよっていう昔からのね言い伝説知らなかったです。うん、でも日本にもだから、うん、あの移入されているってことですよね。うんうん あ,のあとはですね、えーと、13日の午前0時に鏡を覗いて手を触れると、鏡の中に閉じ込められて一生出てこられなくなりますとか、えもう一回やって13時、13日の午前0時、夜中の0時に鏡を覗いて手を触れると、鏡の中に閉じ込められて一生出てこられませんと それはまずいですね、うん、一生出てこれないのはね <laughs> あとお豆腐をたくさん食べる人は死に顔が綺麗いとか <laughs> <laughs> それとかいい情報ですよね食べておく死に顔が綺麗 <laughs> <laughs> はいまあでもなくなってしまうことはなくなってしまうわけだよねいつかねそうですね、うん、でもやっぱり全体を通して鏡に関する話は多いですねうん、うん あの鏡から手が出てきたとかあと鏡に向かって、うんえー、何時間も自分と見つめ合ってると、うん、幽霊が出てきたとかうん,、うん、なんかこれは心理学者の,あのアメリカのムーディー博士っていう心理学者もサイコマンテウムっていう方法でうん、うん、高齢術の一つとして紹介はしてたんですけど、うんうん、やっぱり鏡ってこの世とあの世をつなぐ一つのツールなのかなっていうふうには思うんですけど。うんうん 今月10月号かな、うん、の,あのムーンにミラーマターっていうの載っ,ってたんですよ<ー>で。ミラーマターってちょっと前も23、うん、年前とかにも一回話題になったんですけど、うん、今年また少し注目されていて、うん、要は,半物,質はない半物質って言っていいのかな、うん、あ,のあんまり物理学的なことは詳しくないからわかんないんですけど逆の物質なんですよね。 例えば自分で手をこうやってやったとしたら鏡の中反対になるじゃないですか、うん、でも物理学上物理学的には性質は変わらないわけですよ、うん、反対になっただけで、うん、でもミラーマターの場合は、えっと、反対になっただけなんですけど、えー、4つある力のうち強い力弱い力、うんえー、電磁力重力です、うん、のうち弱い力の部分に関しては、うん、少しだけこう少しっていうかかなり構造が違うらしいんですねなるほどだから、えっと ここの世界と全く逆の逆さまの世界があってそれがミラーマターなんですけど物理学的な,なんかその構造としては全く違う世界になってる可能性があって、うん、そうすると,、えー、とそのミラーマターがここの世界にもある可能性があってダークマターの一種として、うん、えとそのミラーの世界だけじゃなくって、うん、我々がいる世界にもそのミラーマターはい,いくつかっていうかあの空中に存在してる可能性があって。 それがあの幽霊として見えた時に、うん、我々からは想像つかないような動きをしてみたりとか、うん、ものすごく巨大だったりそういう幽霊見られたりするじゃないですかうん、うん、なんか説明につながるんじゃないかみたいなことが書いてあって、うん、なるほどでしかもなんかミラーマターって、まあ、か鏡ではないんだけどあの鏡の要素を持ってるからミラーマターではあるんですけど。うん まあ昔からそのオカルティズムにおいてのその鏡ってちょっと特殊なパワーを持っているっていうこれまあ西洋も東洋も同じですよね西洋だったらまあそのジョン・ディーの鏡とかっていうのがまあ大切にこうされていたり、うんうん、え日本でもその鏡、はい、というのはね三種の,、ね、の神器の一つとしてね鏡っていうのがこうあって、はい、ちょっとその 不思議なものが鏡にはあるのかなっていうふうにはね思うし、あの瞑想のそのテクニックで鏡を使うテクニックっていうのも、はい、存在するし、えどうやそれ自分の顔見るんですかやっぱり？自分の顔を見る、基本そうですよね。うんうん、自分の顔をぼーっと じっと見るんだっけっちょっといろいろパターンがありそうなんですけどだからそのまあ自分の顔を見ているのが、はい、そのどの位置から見えているのかっていうところに意識をこう持っていくだから当然その自分の目から見ているっていうふうに僕たちは直感的にはこう感じるんだけど、はい、現実はそうではないと、うん、意識に浮かんでいるだけだと、うん、でその意識はじゃあどこにあるのか。うんえー 頭の顔の中にこうあるっていうふうにこう感じる方が多いけど実際は違うじゃないみたいなことをやるっていうのはねうん、うん、難しい <laughs> <laughs> あのそうね、はい、でもそういうその自分のじゃあ意識っていうのはどこにあるのかっていうのに意識をこう向けると、うん、ちょっと妙なことにこうなるんですよね。そそ、はい、それがその鏡を通すとうういうと 詰ぎ詰まされた感覚になりやすいっていうのが一つのツールとして自分の顔を見ることによって、うん、あの意識を向けやすくなるっていう。う テクニックみたいですね,ね。いろんな使い方があるみたいですけどね。うん、確かに、ちょっと優待離脱もしやすそうですよね。うん、どっちが本当の自分かわからなくなり、そうじゃないですか。うん、向こう側にいる自分と、こう一体化すると、うん、それだけその肉体と。肉体と精神がずれていくわけですから。うんうん、優待離脱ツールとしても使えそうだなって、今ちょっと思いましたね。な鏡。 見ているんだけど自分で鏡を見たらさ目線がしっかりこう戻ってくるはずじゃないもちろんそうですねそれがでもちょっとずれるとかさ怖くないねえちょっとずれるいやないけど私結構三面鏡とかもやってたんですけどずれないですよねなかなかよくそのホラーの映画とかでそういう描写あるじゃないですか。 ちょっとずれでも鏡越しに人影のようなものが映ったかなみたいなことって結構あったりしますね。あ特に怖く考えるとやっぱりいろんなもの見えてきちゃうからなんか今動いたよなみたいな。とかありますね。ありますよね。 まあ、そんな話でした。ごめんなさい。ほら、ユーチューブから変な音聞こえるよとかって。え、どういうこと。なんか言ってる人がいましたけど。ロバートのせいか、岡室さんのせいか。えロバートのせい。ロバートのせいです。ちなみに、うちもなんかさっきメッセージが奥さんから来て。あの。通販で。まあ、スーパー、通販のスーパーで、あの、注文してるんですよ、うちって。 頼んでもない大量の肉が届いたんだけど。嘘怖。ロバート。バーベキュー並みの肉が届いたんだけど。そう岡村さんと楽しく食べるようじゃね。そうですよ。ロバートのロバートさんの動画見ながら岡村さんと岡村さんと。えそんなことだってないですよね。しかも肉ってだってねあの生生。それも食べるしかないじゃん。そうそう大量大量届いちゃったんだけど。なるほど。 食べるしかないね食べるしかないですけどこんなタイミングありますないですよえ、それ牛肉発動してますねなんかね、牛とか豚とか結構その中になんか紛れてそう大人二人しかいないのにあのこれ見してもいいえ、大量これ多分全部で千一キロ以上ありますねバーベキューじゃいやんからっていうえ、すごい。なんでしょうねこれね 美味しこれ、あの五六人で食べる量です、ね。<laughs> です、ね、え、でも、うちにも来てほしいなねえそうお。お肉ならね。<laughs> はい。 エイリアンクラブストアアイム・エイリアン・ディジェティーシャツ再入荷鷲見さんにも来ていただいて二人揃って二人揃ってです24時間テレビイエローねイエロっていうかゴールドを着ていますがブラックゴールドグレーの3色展開ですエイリアンクラブストアアメリカの方もメキシコの方もカナダの方も買いますのでぜひチェックしてくださいはいいあありがとううござますそだの えっと先週キックさんが出演されてたじゃないですか、うん、でなんか私と仕事するって言ってたじゃないですか昨日その「UFO 呼ぶ」みたいなのだったんですけど出ましたよ出た出たあらあらす,すごい大きいのがすごい大きいのが、はい、ちょっとこれから検証に入るんですけど専門家とかにも見ていただいて、うん、ただ 私が見た中であれが本物だっったたらマジすごいって感じでしたねと、えー、と金星がこれぐらいだとするとうん、うん、こんぐらいのお<ー>巨大なじゃあそのほまあ星じゃないのっていう感じではないないですないですおお<ー>こ,こんなこんな <laughs> <laughs> のが出たんですよえそそれがいつ見れるの えっと、検証後に出そっかみたいな話をしててもしかしたらあれかもっていうのが一個ちょっと思い当たるのがあるんで、うん、るそれじゃないといいなって思ってたんですけどうん、うん、昨日は私その UFO を呼ぶ会の時に、うん、あなんか出そうな気がするってずっと思っててうん、うん、でこの巨大なのが出る前にも何回かあの空でフラッシングを見てるんですよ。うんうん、でそれは全員でで確認できててなくて、うん、あのー 私だけ見えてたんですけど、うん、だからこれもきっと UFO だといいなって思ってるんですよね。うんうん、いやそれはちょっと、うん ヤバイ帝国ですよね。あ、ヤバイ帝国じゃなくて、デイトナインターナショナルさんっていうあのアパレルのあの会社での動画なんですけど、YouTube でコラボみたいな、そうですね、あの公開予定です。ちょっとこうご期待ですね。はい、すごいね。こんなの見たい。そうなんですよ。はい、キラキラ輝いてました。 ということで、はいえー、住みゆき子さん、今日もありがとうございました。ま,したまた。来月よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、ごめんなさい。スーパーチャットいただいてました。ちょっと、はい、紹介していいですか。えっと、紀会さん、えー、そしてサーシャさん、サーシャさん、えー、っとソーヤー、ヤフー検索でガガババっていうのがあり、<laughs> あれは怖かった。<laughs> 多分これも裏あの。 呪い系だと思うんですけどね。呪いだらけの動画になりますよ。え、初めガガババ。でも本当だ書いてある。絶対に検索してはいけないガガババ。もうダメでしょ。検索しちゃったから。本当だ。ガガババ。ヤフーで検索すると大変なことになります。なるほど。じゃあグーグルだったらオッケー。 っていうことですね。ダックダック号にしといた方がいいんじゃないかな。で後一個、はい、あのこれおととい太郎さんの日もいただいたんですけどあのスミさんともコラボされている原田龍二さん。はい、えー。スミさんとは YouTube でのコラボであやわすかの話で盛り上がりました。はい。で、えー、スミさんは世界のタブーにも、えー、精通されていてさすがだなと感じ次第ですっていうことで。 <え>えー、原田隆二さんって本人ですかおそらくえうんその話しましたもんで、はいあのー、今僕は優体離脱をするにはどうしたらいいか模索中です <laughs> <laughs> 俳優のなんかあの個人のアカウントからメッセージをくださって、うん、であのこの間じゃあ,あのぜひお越しくださいっていうオファーはちょっと。 出したんですけど安倍さんも多分このあと、はい、来月再来月どこかで調整させていただいてご出演いただけるといいなって思ってるんですけど、はい、そしたらね原田さんと安倍さんと霊能者の安倍さんと出られたらすごいですよね。<laughs> うんうん、確かその時原田さんと会話した時は原田さんもなんか矢野真海族とか,、はい、なんか番組であの取材されてて、うん、だからいろんなその種族 シャーマンにも会われてて特殊なものを飲んだりとかしたことがあるらしいんですよね。確かそれご本人の本精霊たちのブルースだったかなこれから読もうと思ってるんですけどそれにも書かれてるはずです。ねね超ご期待ですということでまたじゃあ来月鷲見さんよろしくお願いします。ありがとうございました